メリークリスマス。日本のど真ん中東京でラーメンについて真剣に考える東京ラーメンオンエア、2017年の最終放送でございます。はい。メリークリスマス、ね。マニアの皆さんに喜んでいただこうと思って頑張りました。用意しました。パンツ見えない、大丈夫。大丈夫でしょう、きっと。聴取率が低くなった時にはこうパカッとちょっと。パカッとちょっと。というわけで、はい、今日は、忘年会スペシャルということで、はい、去年と同様ですね、高田馬場の、はい、米とサーカスから、生中継しております。で、今回初めて、放送前に誰がこう参加するかとかって一切告知なく、なかったなかった、こんなエロサンタが来るとも誰も思わずですね。とりあえずお疲れ様です。あ、お疲れ様です。今年は藤木さんはあれですね、なんだかんだで半分ぐらいしか出てないんじゃないですか。そうなんですよね、ちょっといろいろプライベートのお仕事の方とかも両立しなきゃいけなかったので、ちょっとお休みすることも多かったんですけど、代わりにニューヒーローのですね、渡辺中半っていうね。なんかよくいるなと思ってたんですよね。アシスタントが出て、はい。さあ今日はどんな方たちがここへ来てくださるのか、はい、ということで、じゃあ画面引いてみましょうか、はい、今日はこんなメンバーでお送りします。ドン、濃い濃い濃いっすね、豪華。はい、つけ麺ですよね。もうない、もう違う。気持ち悪い。あの小宮のこの小宮。はい、小宮さんで、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマスです。そして、世田谷前島さんで、こんばんは。メリークリスマス。メリークリスマス。そして武蔵野やとぎさんで、こんばんは。とりあえず乾杯しましょうか。はい、はい、はい、今年も一年お疲れ様でございました。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、とりあえずもう今日はノープランでダラダラゆるゆるとやらせてもらいます。お酒も飲みつつ、もうタバコ吸う方はタバコも吸いつつ、そうですね、飲み会ですから、ゆるい感じですからね、去年もなかなか盛り上がったから、まあ、ゆるい、去年ゆるくはなかったけどね、まあ、かなり深かったですよね。去年は、小宮さんは参加してくださる、はい、そうそうそう、古谷さんの聞き役に徹するみたいな、はい、ね、語り出した後もいい相槌を打ってたんじゃないかな。俺それをね、カラス君に求めてたんだけど、カラス君はもう勝手に泥酔して勝手に潰れてたんでね、うん、そうですね、まあお酒を与えちゃうとね、カラスさんはね、よくないですね。そして前島さんは前々回初めて参加していただいて、はい、もういきなりこんなディープな場に呼んでしまってすいません。ありがとうございます。来たかったですね。来たかったっていうのはどうかな。本当かな。楽しみにしてました。で、やとぎさんは今年も結構何回も出ていただいて、はい、そうですね、何回か、はい、ありがとうございます。もともとこのラーメンオンエアだったり東京ラーメン会議やろうと思ったきっかけが、あ、もうどうぞ飲んだり食べたりします、うん、で、それはですね、よくほらラーメン屋さんと飲み会とか やったりするじゃないですか、はい、そこで一般の方がどう思ってるか分かんないけど、意外とラーメン屋さんの飲み会ってがっちりちゃんと仕事の話とかラーメンの話熱くしてる場がすごく多いですよ ね、 多いですよね。これね、そうするとね、なんかそれを僕ラーメン屋さんじゃないのに聞いててすごい面白いんだけど、これってきっとよそのラーメン屋さんとかこれからラーメン屋やろうという人たちが聞いてたらすごい勉強になるだろうになって、うわ、この場って楽しいけどもったいないと思ったんですよ。で、それをなんかこうオフィシャルな形で出す機会はないかなと思って、で、最初に始めたのが東京ラーメン会議っていう、ちょっとなんて言うんでしょう、みんなの前で喋ってもらうみたいな、そこからトークイベント形式のやつで、その後このオンエアっていう形になって、だから実はこういう飲み会の場っていうのが一番理想ではあるんですよね。ただこれ毎月やってると、なんであいつらなんか飲んで喋ってるだけじゃないかと思われるので、まあ年に1回ぐらいはいいかな。無口ですね。大先輩の名前ですから。でも今時の人だから、見ましたよ、ノンフィクション。ありがとうございます。小宮和俊さん、はい、改名しました。改名して、はい、でもなんかね、間違って放送されたそういうこと。びっくりした。あれは何ヶ月ぐらい密着だったんですか。2週間ですね。あ、そっか、中国だけだもんね。そうです、そうです、うん、中国のプロデューサー兼を密着してくれたって感じですね。あれも見てて、上海の街を歩く小宮がいたとか、なんかかっこよかったですね。まあ歩きますよね。何
肩で風切って歩いてました。肩で風切って歩いてましたよ。全然もう細くて小さく小さく目立たないように小さくはなかったな。でもあのみんなにカレーを作って振る舞ってるところなんかもういやらしいなと思いながら、普段全然やんない。あれはもういつもやるところですよ、ね、あれはもういつもやる。同じ釜飯を食ったら君たちは仲間だとか言って、あれはもうあれですね、口癖ですね。戦争系だ。あれはスタッフはやっぱ中国の方が、あ、要するにバイトとかそういうのが多いってことですか。あ、社員の人もが入ってるわけでしょ。管理してる人が日本の人間ですけども、はい、実際作業してる、まあ、スタッフは中国の人、現地採用の人たちですね。まあ、あれもこういう場所だからもう率直に聞いちゃいますけど、ラーメン作ってるところね、まあ、現場で骨あれして、はい、要はあのフードコートだけどちゃんと炊いてるじゃないですか、はいはいはい。でまあ、あれは確かに小宮さんがやっていたらそれはできるだろうと思ったんですよ。だけどあれ小宮さんが抜けた後、その向こうのローカルのスタッフがあんな高度なことできるのかなと思って見てたんですけど、それはもう全然しっかりレシピに落としてくるのが僕の仕事ですから、うん、はい。やっぱ今実際どうですか、現場鍛えられてる感じ上手です彼は。今ちゃんと、まあ、僕もどんぐらいかな、もう3週間ぐらい行ってないですけど今、うんうんうん、でも美味しいものが出てると思います。あ、本当ですか、はい、今まだ日本人のスタッフもいるんで、うん、はい、ちゃんと炊いてるの。ちゃんと炊いてるんです。 TV じゃないんだ。兄が炊かないんですか。いやいや、せっちゃんは PB かなって。せっちゃんは PB かなってひどい問題発言ですよ。しっかり炊いてましたよ、きっちり。あるあるですけどね、なんかあの向かいのパン屋から臭いってクレームが来たとかね、やってましたよ。あれはなんか換気扇の工事がまだ終わってなくて、うん、その地下でどっかで一箇所になるところの工事でそのパン屋さんのところに漏れちゃったっていう。なるほどね、はい、っていうだけで。それはあれだよなと思いながら、大変だよなと思って。それはなんかどっちかというと中国の工事の雑さというか、うん、いうところなんですよね。だってもう一人のね、方のあれも結局オープンが1ヶ月遅れたとか、もう中国あるあるな感じでしたね。そうですね、うん、日本の感覚でいくとどうしてもあれだと思うんですけど、まあ、けどアメリカよりマシだよね、中国。そうですね、アメリカも半年ぐらい遅れる。半年ですか。だいたい10ヶ月前後見といても遅れる。それは日本と何が違うんですか。結局認可関係が下りなくて、うん、それは厳しいってことなのか、うん、仕事が遅いってことなのか。仕事が遅いんだろうね、どっちかっていうと、ね、うん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 、大体もうまずガス管がなかなかね、ガスの認可が下りない、うん、冷静の認可が、うん、いろんなまあ認可が下りない、うんうんうん、それがもう明日来るのか、明日 OK チェックしに来るのか、半年後に来るのか。それすごい。その間だから家賃払いながらずっと待機しとかない。そうですよね。大体それで相当な、ね、お金がコストがかかる。うんうんうん、1年分ぐらいの空家賃を見とかないと。そう、それは確保したね、人件費とね。それは、1店舗目がそんな感じなんですか。1店舗目も2店舗目も。あ、そうなんだ。もう大体そう。トギさんの場合は海外って言ってもパートナーがいるから、はい、そういう苦労みたいなのはあんまない。結構スムーズにやってくれますね。ですよね、はい、だからそんなに、僕も中国この間行ってきたんですけど、うん、はい、年々海外のラーメン美味しくなってますよね、うんうん、行くたびに、ああ美味しくなってるね、うん、はい、感心させられるんで。中国、それこそね、中国とか台湾とかってやっぱ塩味の問題があるじゃないですか、はいはいはい、やっぱり日本のが基本濃いじゃないですか、はいはいはい、普通はね、はい、そこら辺のチューニングはどうしたんですか。僕もそのオーダーシートで味薄い、普通、日本味みたいな感じで選ばせるようにしたんですよ、うんうんうん。だけどオープン前に薄いと普通をもう変えて消しちゃって、うんうん、日本味だけにしたんですよ、うん、でなんかそれまでなんか自分の作った味を届けるって言っておきながら、うん、最終的にはお客さんの好みに合わせるのかっていうのがちょっと嫌で、うん、あ、なるほどね、もうその燃費を消しちゃえって言って、うんうん、で今はもう味の濃さは選ばせてないです、うんうん、その2回目、3回目ってお客さん来てる中で味薄めにしてくれても濃いねっていうのは普通に受け付けますけれども、うんうん、でも基本的にはその日本の味っていうものでしか出してないです、うん、反応はどんな感じです
結構皆さん、召し上がちゃんとスープまで飲んでくれますし、いいですね。ただ僕らやっぱりラーメンってその麺料理っていう感じでいくじゃないですか、でスープを飲み干すっていうこともあんまり実はないじゃないですか、だけどどっちかっていうとその中国ってスープ料理みたいな感じで、そのスープをが主体なんですよね、そうなるとやっぱりその感覚の違いだけだと思うんですよ、普通に中華料理食べればめちゃくちゃ味濃いのもありますし、ラーメンだとなんで濃いんだろうって思う、濃いってわけじゃなくて、ただスープとして来てるから濃く感じるだけだなと思って、でも普通に出してます、あれあの小宮だったら中華そばもあったわけでしょ、なんで豚骨にして、やっぱ豚骨の方が勝てるというかニーズがあるっていう読みですか。それはですね、材料の問題ですかね。魚介のね。そうです。その煮干しがやっぱり煮干しとかそういったものがちゃんと選べる状況にないっていうのと、あとそのオペレーションに落とし込む時にやっぱ魚って難しいじゃないですか。それよりかは、豚骨で最初やった方がいいっていう判断ですね。あれテレビで見ましたけど、豚骨意外と骨っていうかいいって言ってましたね。もうめちゃくちゃでかかったですよ、太くて。骨自体が、はい、それでやっぱ でもいいですか、味も。そうですね、はい、だってあれだけ見たらもう相当うまそうに見えましたもんね。であとは日中共同生産なので、ちょっと中国を超えないとと思って、番組がね、こんなこと言っていいの。なるほど。でもほら、台湾なんかでも結構豚いいって言いますもんね。あ、台湾豚うまいですね。ね、だからお肉自体もそうだし、スープ取る時も結構いいようなことを、骨に、ね、肉がついてるんだね、ここは。あ、もともとですね。そうか、そうか、そうか。肉の旨味を結構ね、来ました、はい、こちらの米とサーカスのせいちゃんで、米とサーカスの宮下せいです、よろしくお願いします。せいちゃん、はい、今日はクリスマスということでクリスマスプレゼントを私から持ってきました。はい、はい、こちらが見えます、こちらがオオゴソクムシさん。あ、出た出た、はい、オオゴソクムシさんです。深海生物です。はい、でこの裏返しのところすごく可愛いんですけど、このナウシカのオウム的なこのナウシカの可愛い感じの、可愛いっていう人少ないから、ヤトギさんよかったね。美味しいんですよ、いい出汁が出るんじゃないかと。こちらが当店のすごい人気メニューの昆虫、普段は6種なんですけど今日ちょっと在庫が足りなかったしまって4種盛りです。ゲンゴロウ、イナゴ、ハチノコ、カイコとなっておりますので、皆さんぜひ味わっていただけると。実はね、すでに出てるお料理もね、これワニだったりとかするんで。サメか、すいません、サメの唐揚げ。でこちらの鹿のすき焼きもご用意しています。当店の人気メニューです。基本はジビエ居酒屋、はい、そうなんです、ね、ジビエはカバトお肉の居酒屋をなので、ぜひジビエといろんなカバトお肉、ワニとかダチョウとかラクダとかカンガルーとか、さっきウーパールーパーカレオモリまでと、さらに昆虫、まあ、ちょっと地球を救うんじゃないかと言われている昆虫料理をご用意しておりますので、はい、いつでもいらしてください皆さん。しかも今月錦糸町に、はい、なんと錦糸町にもお店が、鳥獣虫割烹米とサーカスがカウンター8席だけのお店ですけれどオープンしましたので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあせっかくですから、いやでも本当にちょっと見た目に、私もね、去年食べてるんだよな。この2人は何回も食べてるんで、あ、じゃあ申し訳ないからどうぞ。僕も本当何回も食べてるんで。本当ですか。僕もこれよくタイで食べてる。あ、そう、このゲンゴロウが一番癖があるので、まあ、イナゴあたりから試していただいた方がいいんじゃないかな。はい、皆さん大人なんですからね、カメラ回ってますからね。はい、勇気を振り絞ってどれからいきますか。ヤトギさんどうぞ。ヤトギさんどれいきますか。ヤトギさん大好物だよね。バリバリ、バリバリいきますよ。ヤトギさん大好物よね。好物なわけないじゃないですか、これ。ちっちゃいの言ったら。それは確かにね、食べやすい。そういうところで性格でも、あ、味どうですか。うん、虫ですね。虫の味、虫の味っていうの、じゃあ僕ちょっと、なんかイナゴをね、これほら昔の人は食べてる。イナゴってこれこのままいきますか。このままですね。で結構硬いのでしっかり噛み砕いていただかないと消化できずに出てきちゃいます。イナゴはまあ。まあイナゴはね、じゃあやっぱりね、私ね、こういう時は頑張るしかないね。ゲンゴロウ、ゲンゴロウね、ちょっと硬いんだ。
大丈夫、私歯、はあ、丈夫だから。あ、逃げた。あ、生きてんじゃん。生きてる。硬いね。うわ、いいよ。わ、この音がすごいですね。でもね、そんなにね、味がね、しない。硬い。めっちゃやっぱもうこれじゃん。まずポテトが口の中入ってる。あ、じゃあ一緒に合わせちゃえばいい。ポテト美味しいよ。これじゃない。これなんすか。これなんでしたっけ。それが、カイコですね。カイコ。はい。いける。シルクだ。カイコどうしてんのこれは。カイコはちょっと甘辛く煮詰めてあるので、結構もうちょっと味がついてるから食べやすいと思います。ねちょっていうやつですか。そうですね。いやそんなに辛くない。ちょっとラーメンの話しません。いや、まあ別にいいんじゃないか。とりあえず今ね、せっかくこういうお店に来たから。クリスマスプレゼントだし。ちょっとお貸しください。ダメだよ。ダメだって言っちゃダメだ。もうそのまま行っちゃおうよ。もう今カメラも撮ってますから。この食べ方にね。八の子から行く？こっち先行きます。はい。性格出る。意外と普通よ。あ。ほら違和感ない。だから解雇も大丈夫。解雇も大丈夫。解雇本当大丈夫。大きさが違うだけ。本当に全然変わんない。それ2周目でいきましょう。2周目でいきましょう。はい、じゃあ違うやつお願いします。違うやつですか。私でも本当にどれも食べれた意外にと思ったんだよな、去年、はい、試したら。はい、で俺向き変えました。はい、で俺これいっちゃう。え、なんでそっち行くんすか。はい、私でもなんか硬いのいっちゃったから何でもいいの。 OK だけど。さあ、みなこくん。じゃあ俺カイコ。なんですか、アリキそれ。カイコ。癖あるな、これ。え、どれが？これです？カイコ。え、今これ食べる。あ、カイコ。ちょっとちょっと癖ありますね。うわ、見た目がすごいもんな。ほら。うん。かなりです。さあ、お待たせしました。主役が、はい。あれね、意外にね、美味しいですよ。みんなで少しずつかじります。これはね、硬いからかじるの大変なんだけど。やっときさん行こう。マジっすか、これ。え、どっちからかじるんですか。ガリブチみたいな。この女ラーメン作らせようとしてます。こっちからでいいですか。お願いします。そっち尻尾なんで、はい、そっち頭から行った方が。尻尾でいいです。はい、そうですか。みんな遠慮だ。ちっちゃいですか。普通でしょ。意外に普通じゃない。ちょっとレモン、うん、レモンとか塩も、うん、これ何ですか。深海にいる。深海にいる。はい、海、海です。海です。ああ、じゃあ大丈夫。なんかあのね、ちっちゃい。シャコの一口がすげえちっちゃい。エビみたいな。シャコみたいなね。シャコみたいな。ただ可食部がシャコの方がやっぱあるなっていう。うん。殻が硬い。これどこだっけ、まあ、よく取れるとこなんですか。駿河湾ですね。そうそうそう。あの、まあ海だからね。これのおせんべいとかさ、エビみたいな。どうぞ。最終的にでかくないですか。それ全部いらない。残ってるの。食べたらびっくりするよ、うん、案外美味しい。普通に美味しいよ。味もしっかりついてるし。いや、塩つけなくても塩味するから。ほらほら。あ、うまみに大丈夫ですね。ね、どうぞ。見た目がお菓子みたいな感じで食べる。これ待ちですか。うん、もう全部いっちゃって、全部いっちゃってください。ヤメさん、兄貴全然食べてない。俺がちょっと。で、もう一口食べて最後兄貴回そうか、ね、兄貴は最後男らしく全部食べて。うわ、結局俺、うん、この一番。うわ、もうパクっていっちゃいましょう。うん、もはい、あ、メンタマン、メンタマン。喜んでいただけてよかったです。ありがとうございます。喜んでいただけて。喜んでいただけてこんなに。あと、せっかくだから、え、ワニ。サメどっち。サメ。モカサメです。食べられた。サメは食べやすいから好き。うん、サメ美味しいね。芋。魚感覚です。っていうか、この、なんだろう、ソースが、ちょっと、和だしっぽい感じ。ちょいあんかけ。もうみんな口を直すかのようにポテトフライに行くっていう。芋に集中しすぎて。ポテト追加した方がいいよ。口直しように。コメントって読めます。来てますか。まあ、ちょっと最初の方。あ、見ます、はい、見ましょう。どこだ。あと
このテレビ消していいですか。はい、みんな 見ちゃう。八谷さんがずっと落ちる。あら、それはいかん、それはいかん。すいません、ちょっと反省に。放送中のやつ。あ、ふーすきさん、ふーちゃん、セクシーサンタさん、はい、今日はちょっと頑張りました。古川さん見てますよ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、マルハライズで長谷川店主、飛燕、前田店主ファミリーと飲んでます。ありがとうございます。札幌また行くんでよろしくお願いします。何かあの質問とかあったらここ飛ばしていただけたら、あの可能な限りお答えしたいと思っております。マルハビヨンドこの前食べに行きました。ライズは今度行きます。はい、さて、そんなわけで、あの実際そのノンフィクションの反応は良かったですか。お店の方とか。あ、お店はもう比較的まだその中国でどうこうってことはないですけどね、うんうんうん、あの逆に日本であの見たよって言ってくれてるお客さんはいらっしゃったみたいですね、うんうんすいません、遅れます。前島さんは今日は何してたんですか。ここ来る前は。今日何してた。最近物忘れがひどいんだから。あれ。あれ。パチンコじゃないですか。パチンコはギャンブルや。逆に多分あの何店舗もやってるラーメン屋さんって、うん、日中。はい、何してるのかって思う人もいると思うんですよ、はい、要するにスープは炊いてねえだろうってとこは分かってると思うんですよ。八戸さんは今日はどんなお仕事をされてますか。今日はまだ仕事ですよね、この時期は。はい、そうです、そうです。今日は来月の数字の各店の数字目標の設定をやるのと、うん、あと試食が1件入って試食、はい、あと年明けちょっとまたやらせてもらう限定面の打ち合わせ、うん、はい、ですね。それぐらいですかね。前島社長は。あ、俺思い出した。ゴルフ行ってた。忘れますよ。それ忘れます。ゴルフ忘れる？忘年会ゴルフ。スコアはどうでした？今日79かな。すごい。すごい。もうね、優秀のビレ。すごいですね。じゃあ、小宮社長じゃないか。社長。僕は社長じゃないんですけど、僕は来年のまたプロデュース案件の図面作りと、あと返しをそこの店のやつの用の作ってましたね。図面作り、図面、あのそのオペレーションを反映した、うんうんうん、厨房とか、はい、うん、それ来年いつ頃できるお店なんですか。どうなんですかね、5月6月ぐらいには多分開けるんじゃないですかね、うん、はい、それはプロデュースみたいな形なんですか。そうです、そうです、うん、できれば年内にその業者さんにそんなイメージでっていうのは伝えておくので、うんうん、ちょっとバタバタっとしてたんですよね。八戸さんは毎日そのどっかしらの自分のお店行ったりするんですか。はい、まあ、僕お店ではほとんど食べないですね。今日は久々に神田のお店食べましたけど、うん、あんまりこう食べて回るようなことはないですね。はい、小宮さんはそれこそ鉄時代とかどうでした。あんま食べない、うん、自分のお店のは別にその前に喋るってことではないですね。うん、はい、前島さんは。僕はね、自分の店でよく食べますよ。どっかしら行って、どっかしら行って、まあ、あとほら、あのなんか店長とか試作したんでちょっと試食してくれっていうケースが結構あって、うん、で結構食べて。逆によそのお店とかもよく行きます。よその店は最近行かないですけど、まあ、話題の店とか行きますね、ちょこちょこ。あとまあ地方行った時は結構ラーメン屋回るんで、うん、まあ、もっと食べないといけないなと思ってます。前島さんで年間よそのお店で何杯ぐらい食べてるんですか。まあ週2、3杯ぐらいですかね。週2、3杯、はい、まあ、圧倒的に自分の店の方が多いですね、うん、そうするとまあそれでも100軒以上は行くんじゃないですかね。行ってるってことですよね。はいはい、やっとぎさんはどんぐらい行きますよそって。よそですか、うん、よそは1軒じゃないですか。1軒、はい、うちのかみさんが大井町の永楽大好きで、うんうん、あ、古い永楽さん、うんうん、でよく連れてかれる。そこ行くぐらいですか。そこ行くぐらいです。あとは行かない。それはまあもちろん、はい、先代もそんなことをおっしゃってましたけど、そうですね、どっちかっていうと、はい、それはどういう考えからなんでしたっけ。
あのやっぱりこう情報が入ってきちゃうんで、ラーメンに対して、ね、ラーメンに対して、ね、うんうん、やっぱりこう自分で新しいものをなんか創作するときに、うん、どうしてもこうデータが入ってきちゃうじゃないですか、うん、そうすると、まあ、雑音って言ったらあれだけど、そうですそうです、うん、あのやっぱすごくどこの店もいいんで、うん、逆にこう入ってきちゃうじゃないですか、だからつけ麺に焼き石入れてしまったりとかそう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 ですよね、簡単にグッドアイディアとか思っちゃうわけですよね、うん、そうすると、うんうん、それとあの自分で意識してなくても多分潜在的にその情報から新しいものって組み出すと思うので、そうですよね、だから結局多分そこで焼き石は使わないにしても、はい、じゃあ新しくあったかくするものはどうしたらいいかとか、はいはい、今まで考えなかったことを考えちゃいますもんね、そうですね、だからなるべく他のものをいろいろ食べるようにして、うん、まあ、それをラーメンに落とし込めたらいいかなっていう、他のジャンルのものね、そうですね、ラーメン以外の、はい、商品作りに何らかの影響を与えますよね、そうだと思うんですよね、いつの間にか求めて、はい、その味を美味しいと思ったものを追いかけちゃったり、やっぱり美味しかったりするから頭の中に残ってるから、うん、その味を出そうとかしちゃうと思うんですよね、うん、で多分他店さんすごい美味しいと思うんで、あの薬味だからもうすごい老舗のところとか永楽さんとかでずっと行ってるんで、うん、はい、まあ、それはあえて聞きますけど、そういう風に影響を受けることはいけないことですか、悪いことではないと思うんですけど、まあ、山田からずっとやってきたスタイルとしてはやっぱその今までないようなラーメンを作るっていうのは僕らのスタイルなので、うん、まあ、その意味だと、まあ、いらないかなっていうところですね。てっちゃんの場合は逆に、まあ、今までだとブランドがいくつもあったし、そのブランドによってやっぱりなんかその考え方って変わったりします？そうですね、その作りたいラーメンっていうものがやっぱり違うというか、うん、あんまり僕が現役の時はその限定商品っていうものにあんまり興味がなくて、うん、それよりかはレギュラー商品をブラッシュアップしたいっていうのがあったんで、うんうんうん、何か商品ができると限定で出してみようっていうよりかはどちらかというともうお店を作っちゃいみたいな、あー、な方になっちゃってたっていう、新しいラーメンができたら、はい、じゃあこれお店で1ヶ月やろうぜじゃなくて、はい、店をやっちゃおう、店をやっちゃおうっていうことの方が多かったですかね、うん、そんな中で生まれて、あ、これは行ったなって思ったブランドってどれですか？やっぱり僕はキミハンが今でも好きですね。あ、はい、キミハンね、はい、いいですよね。あれもやっぱり、あれはなんで最初あれを考えたんですか？なんか当時、僕の、まあ、周りの人たちがその青森に出店をしてて、うん、まあ、うちもそうなんですけど、うんうんうん、で結構その青森のどぎつい煮干しラーメンの文化をちょっと東京の人たちが持ち帰ってきて、うん、東京でやり始めたような時期だったんですね、うん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 、でその和食とかその煮干しの出汁ってやっぱり本来水出汁で、はい、でその沸騰する前に火上げるっていうのが、うん、煮干しの正しい出汁の取り方じゃないですか、でもそのグツ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 煮ちゃって苦味もえぐみも煮干しっぽさっていうのがそのちょっと風潮になってきた時に僕はなんかちゃんと作りたいなと思って、うん、煮干しを、はい、うん、で作りたかったのがあのキミハンのラーメン、うん、その時っていうのは先にラーメン作りたいがあったんですか、それともなんかこう新しい物件が出てきてこれは鉄ではなくてなんか違うことでやりたいなってとこがスタートですか？先にラーメンですね、あの時は。ああ、じゃあこれできたからどっかでやろうぜ。そうですね。ああ、なるほど、はい、あの前島さんの場合はそのブランドがいくつもあるじゃないですか、はいはい、それは今てっちゃんそういう感じですけど、はいはい、どういう感じ？僕もやっぱりいろんなラーメン作りたいからですね。それでまあこんなラーメンだったら、ね、お客さんどういう反応するのかなとか、うん、そのお客さんに対してそのアプローチしたいというか、うんうん、そのお客さんの反応を見て、うん、まあ、喜びたい、うんうん、それが僕の中で楽しみというか、だからこうなんかこう試作でも作ってて、やっぱ試作あの限定を店に出すより僕もてっちゃんと同じで、うん、それをやっぱ店にしちゃうっていう方が多いですね、うんうん、まあ、その代表的なもんで言ったらラーメンゼロ、あ、ゼロですね、調味料使わない、うん、あれはもともとテレビの、ね、企画で作ったものですけど、これはやっぱちょっと限定でも最初まあテレビの番組なんで限定出すという約束があったので出したんですけど、これはやっぱこの店でこのラーメンのための店を作りたいということで、まあ、もう気がついたら結構前ですよね。そうですね、もうだいぶ前ですね。10年以上前ですね、はい、最終的に表参道ヒルズで出してるんですけど、うん、まあ、あの最初目黒、最初目黒ですね、はい、で表参道ヒルズの話があって、うん、まあ、あのラーメンにあの立地が合ってんじゃないかなということで、うん、まあ、すぐそれを選んで出店して、
まあ、あの定着だったんで、今はないですけど、うん、またどっかでちょっとやりたいなと思います、ね。そうですね。逆になんか、今の時代にも合ってそうな気がする、はい。そうですね、うん、まあ、まあ結構ヘルシーなんで、うんうん、あの塩分とかね、そういうのも少ないんで。逆に八戸さんはもう完全に今だと、はい、店主さんに、そうですね、箱を見つけて任せる、やる人が決まって、うん、あとはその店主が、まあ、全部作るっていうとあれですけど、うん、開発してあの屋号は屋号はまあ会社でいろいろ決めたりとか、うん、まあ、そのやる店主から意見を聞いたりとかしてます。大体、うん、宮本武蔵のなんかにこう由来するような言葉を入れるようにして、うん、かつ漢字2文字、そうです、漢字2文字か、まあ、3文字4文字もあるんですけど、うん、ああ武骨外伝とかその辺は、はい、だからまあそういう感じでやらせてもらってますね、はい、あとは最近はシングルブランド、うん、まあ、何々店っていうのも作るようにしてる。いや、なんかもう絶対あの八戸さんのノートには今後の店舗の店名候補がいくつも自分が、ね、ありそう、はいはい、うん、それはあります、はい。まあ、どれも漢字知らないとなかなか書けない、難しい。そうですね、やっぱ虎とか、うん、その辺は宮本さん、古書はやっぱり、はい、あの嘘ブクを読めない人、書けない人やっぱ多いと思いますよ。けど運いいことに、うん、六本木に龍銀さんがあるじゃないですか、日本、はいはいはい、料理の、うん、龍銀古書で本当にあの四字熟語が完成するんですよ。そうですよね、いやだから僕はあの場所だからあれが生きるというか、うん、僕は龍銀さんがあったから、はい、六本木を古書にしたのかな。そう、そういうことです。そういうことですよね、はい、はい、本当です、うん、はい、さすがですね。八戸さん全部漢字書けるんですか、店の中で。大丈夫ですね。ちょっと試してみて。ちょっと一瞬、ね、不安になるやつ。ちょっと不安ですね。てっちゃんは漢字が苦手だからつけ麺ひらがなにしたの。麺ぐらい書けますよ。麺ぐらい書けますよ。あんま別に得意じゃないですけど。あれは逆にひらがなにした理由って何ですか。なんかそのバランスですかね。字面。はい、鉄までの字面、ね、まあ、もっと言えば鉄をあの横文字にしたのも、うん、今から思えばね、結構横文字の店名って尖ってましたよね、十、うん、何年前に、うん、あんまりなかったですね、うんうん、あれらがな漢字、アルファベットっていう並びがあんまり良くなかったかなって、真ん中に、うん、真ん中に漢字が入ってちゃうしね、うん、はい、そうかそうか。あ、どうぞ食べてくださいね。これ食べました。食べました。美味しい、美味しいね、これ好き、ね、はい、虫が誰も食べない。え、虫食べてない、虫減ってない、減りが悪い。これ2皿目ですよ。え、2皿目じゃないなわけないでね、あの今日はまあダラダラとやるつもりではいるんですけど、ちょっとなんかね面白い企画ないかなと思っていろいろ考えてですね、あの、オンエアといえば丸×で、今日はあの質問を用意してきてません、とりあえず1つ持ってください。じゃあやろうかな。はい今日は質問を用意しておりません。で、あのぜひ見てる方でですね、あの僕らに質問、あの丸×で答えられるものにしてくださいね。丸×で答えられるような質問があれば、投げていただければどんどん拾っていきたいと。じゃあ私も開いておこうかな、思います。うん、あのね、東京ラーメンのところね、うん、はい。で、あと逆にここの中でもそれをやってみようかなと。いいですね、はい、じゃあ、5つの質問、定番の質問を今日したいと思います、ね、はい、今日ラーメンを食べた、はい、どうぞ。はい、八戸さんはそのあれですね、簡単で、はい、試作、はい、で、前島さんは、僕は今日はゴルフやってたんで食べる暇がありません。はい、ふずきはどこ食べましたか。私は結構ちゃんとチェーン店とかもチェックしてて、うん、今日花月さん の、 あの、うん、石神プロデュース、あ、まだ食べてない、あれ、あの淡麗を食べてきました、うん、美味しかったですか。あ、これが、うん、私結構花月実は定期的に限定食べてるんですけど、うん、ここ最近食べた中でもなかなか優秀なやつでしたね。へえー、そう、食べいいかな、うん、ぜひちょっとあれはなんかちょっと最近の淡麗のなんかこう流れで、あ、この味入れてきたかっていう、あ、トレンドをね、食べてもらったら、ああこれのこと言ってんだろうなって聞いたんですけど、僕は今日1日デスクワークだったんで食べてません、うん、あ、でもカップ麺は食べた。あのね、一風堂のね、なんかあの日清で出してる、はい、縦型のやつ、うん、エビの豚骨、うんうん、あれなかなかよくできてましたよ。最近のカップ麺って割とあのレトルトの具だったりとかややこしいの多いじゃないですか、うん、あの縦型のカップヌードルみたいなやつで基本お湯入れるだけの、うん、シンプルなのが、うん、
ですね。ペッチャンは。バツ。あ、丸です、ね。丸。はい。これは、店の。あの、武蔵さんと世田谷さんと。本当？絶対食べない。本当？いや、逆に聞くよ。武蔵どれぐらい食べてない？今年僕一回行ってますよ。もうありがとうございます。ドヤ顔で今言いましたけどね。一、はい、回です。あんだけあって一回ですよ。どこ行かれました？新宿に行きました。本店に。本店に。はい。それはまあなんでって言い方変だけど、どういうあれで行くんですか？あの辺でちょっと仕事があって、うん、やっぱり多分なんか雇いさんを見たんですよね、俺。あのフェイスブックとかなんかで。それで、はい、ああちょっと武蔵追ってこう。ありがとうございます。うん、はい。うん、世田谷はいつ食べました？世田谷、僕最近は世田谷よりかは、あそこです。あの、羽田の国際線の。あ、うん、あ、福見？福見。あ、福見ね。は、まあ、もう、ほぼ 100% あそこで食べますね。あ、そうなの。はい。あそこで何食べる？あの、オーソドックスのラーメンです。あら、俺めちゃくちゃ、あそこの麺のファンだって、あれ知ってるじゃないですか。あ、言ってたね。はい。福見の麺がめちゃくちゃうまいです。どういう麺なんですか？もうみんな食べそうですよ。細くてストレートのもうシルキーな感じの麺ですよね。はい、逆に雇木さんはこの2人のお店はほとんど食べてないですね。はい、そうですね。うん、あ、けど若い頃は結構食べ歩いてたんで、その時はもう食べてますね。前島さん、武蔵ってどれぐらい食べてないですか？僕は、あ、最近行ってないですね。今年はまあ、正直言って言ってないですけど、前はよく行きましたよ。小宮さんとこは前は、まあ結構、ね、あそこら辺行くよね。それあのね、本店とか。あの小宮行きました？あの小宮行ってないですね。僕毎日あそこ通るんですけど、仕事場。兄貴の家からそんな遠くないですよね。そうそう、ちょうど自由が丘行くときあそこ前に通って、で、今日入ってるかな。ぜひ食べてください。今度行きます。どっちが先おすすめ？中華そばかな。あ、中華そば、はい。チャーハン美味しいね。チャーハン美味しいですよね。チャーハン美味しい。まだ行けてないんだよな。でもチャーハンも食べたい。行くチャーハン、うん。でも行くならもう両方行っちゃおうと思ってて。そうね。で、それでチャーハン持ってたら結構なことになるなと思って。まあ、半チャーハンあるからね。はい、ああ、そっか。じゃあ、藤木さん、なんか皆さん質問ありませんか？どうしよっか。他、なんかある人いたら言ってください。なんでも答えます。丸バツ。じゃあ、まあ、このな、あれで言うと、まあ、やとぎさんはちょっと他の店舗あんま食べてないって言うけど、じゃあお二人はなんか、あ、丸バツがいいか。うん、丸バツよ、丸バツ。丸バツか、じゃあどっちかな。今年やばいっていう実はお店がこれ、うん、ある。やられた。食べた中で。やられたっていう、うん。あ、うまいってこと？もう、これやられたなみたいな。ただみんな年なんて意外と忘れるんだよね、うん、それでも忘れるってことではその程度かもしれない、ね、ああそうかそうかそうか、そう年なこれはちょっとなかったなとかでもいいし、うん、なんか衝撃を受けた一杯があるかないかああねみたいな、なんか最近よくあるんですけど、もう見ちゃったらなんとなくこんな感じだろうなって思って食べたら実際おいしいんだけど、あ、まあ想像ついちゃったっていうラーメンの最近多いと思うんです。そんな中、まあ、想像を覆してきたとか、うん、なんかそういうのがあったかどうかが知りたい。俺でもあるな。あるラーメンの味っていうよりもある。やり方とか、うん、私に分かんない。はい、あるある。私は忘れちゃったから、そうでもなかった。僕ね、全然おだててるわけでも何でもなく、やっぱあの小宮はびっくりしたよ。おお、うん、あの線路またぎの2店舗同時オープンの、うん、でしかもその、まあ、鉄にいたメンバーがやりの、うん、かつその鉄がオープンした日にぶつけてキーの、うんうん、あの創業ですもんね、本店の創業日にぶつけてって、もうストーリーも綺麗にできてたし、うん、でこれまあ小宮さんにも話をしたし、僕いずれそれどっかで書こうと思ってるんだけど、やっぱりね、この形すごい面白いなと思って、要するにつけ麺鉄っていうブランドをしっかり作って完成させて、ちゃんとそれをもっとそのブーストのかかる企業が運営してもらえる形に渡して、
またそのゼロからブランドを作っていくわけじゃないですか、うん、それってなんかあの IT 業界の、うん、あのスタートアップのあれにすごい似てるなと思って、うん、サービスをこうローンチして、うん、ある程度軌道に乗ったらもうほら個人の限界ってあるじゃないですか、うん、でそこから先ってやっぱり広めることが目的だから、うん、そうするとエンジン積み替えるみたいな、うん、でその要は技術屋はまた違う技術、うん、あの違うお店なりブランドを作っていくっていうのは、うん、IT ではすごい当たり前のことだったけど、うん、ありがとうございました。でも変な話、小宮さんが最初にあれバイアウトした時って結構みんな衝撃だったじゃないですか、うん、要するにラーメン屋さんってどんどん大きくなってって、うん、まあ、簡単に言えば一風堂だったり、うん、ああいうところをみんな目指していくみたいなところだったのが、違う形を提示したでしょう、うん、でこれはでも食べ手側にとってはすごいラッキーなことというか、まあ、こういう言葉は悪いかもしれないけど、小宮さんがもう鉄に縛られなくてよくなったわけだから、うん、全く違う新しいなんかラーメンを見せてくれるとか、うん、業態を見せてくれるっていうのは業界にとっても食べ手にとってもすごい面白いことだった。だからここの形がもっと広まっていくと、要するにいろいろあっていいと思うんですよ。どんどん自分で大きくしていくぞ、世界狙うぞっていう人たちがいてもいいし、あるいはそのある程度形になったらそれはもうあとは人に任せてまたゼロから違う価値を生み出すぞっていう人たちもいてもいいし、なんかそのなんか先鞭をつけたっていうのがなんか僕の中では衝撃、あ、それに気づいた時に、うんうん、まあ変な話、これで例えばあの小宮がまたある程度店舗ができてきて、うん、またそれをどっかがやりたいってところが出てきたら、うん、そこに売って、うん、で今度はそのチームがまた違う、うん、まあ、それはもしかラーメン屋さんなのか、うん、全く違う業態かもしれないけども、うん、そうやっていったら世の中に高いレベルのサービスが増えていくってことじゃないですか、うん、やっぱりそういうことできる人ってそんなに多くはないと思うんですよ、うんうん、だからその人が1ブランドだったり1つの業態に縛られちゃってるのはもったいないかな、うん、だからよく IT なんかだと、うん、これを開発した人もこれを開発した人も実は同じ人なんだよみたいなことってよくあるじゃないですか。だからラーメンとか飲食だとやっぱどうしてもなんかまだ何なのかね、あれやっぱその気持ち的な部分をみんな見てるのか分かんないけど、ただそういうよそからの価値観っていうのがどんどん入ってきていいっていうか、だって変なの全然関係ないんだけど、10年前とか20年前だとこう終身雇用はもう当たり前だったから、プロ野球選手ですらなんかこうなんだっけ FA でどっか行くとかっていうとあいつはなんか人情がないみたいな言われた時代もあったじゃないですか。でも今もう大リーグに行くのが当たり前になってきたら、一球団にいる人の方がレアになってきて、どんだけいろんなとこ行って優勝受け負い人でやってきたかっていうのが一つの価値になってる。だから例えば小宮さんが分かんないけど何年か後には武蔵に入ってなんか新しい武蔵のラインを作って3年ぐらいやってまた去っていくとかね、雇ってもらっていいですかなんていうのもあったっていいと思うんですよね、し、うん、っていうのを感じたのがあの小宮です。ありがとうございます。本当にそこまで考えてるの何ですか、どの部分使うか全体的にそういうことを計算してまあ、なんですかね、そのやっぱり新しいそのなんだろう、その野望としてはやっぱりありますよね、うん、そのなんだろう、結構その今そのラーメン業界ってそのたくさんの4番打者がいるじゃないですか、有名なお店さんが、でその僕も含めてですよ、僕も4番に入れてもらえるならばですよ、その人たちが本当に実力でそこまで成り上がれたのかっていうのはすごくクエスチョンマークがあって、やっぱりそこにはすごく運とかタイミングっていうものが大きく影響したんじゃないかなっていうものがあって、だから作ろうとしてできたブランドっていうのは実はあんまりなくて、結果できたブランドっていうのが多いんだろうなと思って、で僕はどちらかっていうとそこに、作ろうとしてできたブランドでブランドができるようになれば最強だなと思ってるんですよね。だからそれをその、今プロデュースしてる先であったり数年後には自分で多分やると思うんですけど、また新たなブランドをしっかり作れたら、
ラッキーパンチじゃなかったっていう証明になるなって、そういった意味では、その新たな挑戦っていうのは続けていくんでしょうね、そのブランドを作るっていうために、うん、自信かな。そしたらもう一発作れば将来は本当にコンサルで食っていけないかなと思って、ね、そういうところも考えさっきの話から言うと、前島さん、うん、吉野家さんとしたじゃないですか、うん、その後の流れは僕としてはすごく興味あるというか、うん、もうさっき山井さんがおっしゃった通りで、まさにそういう時代に入ってきてると思うんですよ、ね、うん、多分これから合併と か、うん、なんか買収とかっていうのは増えてくると思う。間違いなく言えるのは以前よりも多分吉野家の牛丼食ってると思います。ね、試食で食わされる。そういう仕事もあるんですね。そうなんだ。牛丼もお願いします、ね。牛丼とラーメンとセットでまず、はいはい、うん、食べて、その牛丼に合うラーメンとか、はい、開発とか、そうとかしてるんで、うんうん、どんなシナジーがこれから出てくるのかっていうか、うん、なんか一つの時代の先駆けじゃないですか。そうですね。それはすごくあの見てる方とすると興味津々というか、うん、はい、どんな感じですか今。今はそうですね、まあ後であのこの紙のやつで話そうと思ったんですけど、うん、これ先やった方がいいんじゃないですか。そうするとその話につながる、はい、じゃあここはまず前島さんのをやりましょう、はい、あの毎年恒例のですね、今年1年を漢字一字で振り返る、はい、じゃあ前島さんの漢字一字はこれでございます。ここのゼロ、ゼロ、はい、これラーメンゼロじゃないですよ、はいはい、ゼロ、これゼロというのは何か分かります？分かんない。なんだろう、今年出店数がゼロということですね。おお、吉野家と提携したにもかかわらず1店舗も出てない。今までって逆に必ず出してました、はい、今まで必ず出してました。あ、なぜか提携して吉野家のリソースってまあ豊富になるじゃないですか。山椒の木はあるにもかかわらず、あれは業態変更、あ、そっか、あ、そっか、新規店舗がね、いらないのか、うん、そっかにもかかわらず出店できてないと、まあ、僕の中でもこれジレンマなんですけど、うん、それは、はい、意図的ではなく、いや意図的じゃもう出したいんですよ、ね、あ、で僕がねその向こうのリソースを活用の仕方が下手なの、はい、けど、まあ、話せる範囲でいいんですけど、はい、どういうスキームになってるんですか、はい、あの基本的に吉野家の社長は自分の好きなようにやってください、うん、で足りないものがあればうちから、まあ、応援出したり、うんうん、お手伝いしますよっていうスタンスなんですよ、うんうんうん、けどまあ、あのやっぱほら人も最近ね集まんないんです、うんうん、で物件もなかなかいい物件もないし、でまあ吉野家さんいい物件あるだろうなと思ったんですけど、意外と、まあ、全部ほとんど自分でやらなきゃいけないような、うんうん、まあラーメン屋さんとしての物件とまた、はいはいはい、ああいう牛丼屋さんの物件も違うでしょうしね。まあ結局吉野家さんもコンペでこう競い合って取っていくんで、うん、なかなかその辺の競争にも勝てなくなってきて、うんうんうん、まあ、あの資本提携しても1年半が立つんですけど、うん、まあ1店舗も出してないですね。あ、資本提携してから、ね、してからです、うん、これ異常事態ですよ。意外ですね、ね、うん、出したい気持ちあるんだけどなかなかこれがねうまくいかない。それは逆に本社側から、はい、その出店計画というか、はいはい、あの1年にこれが出してくださいみたいなのは、あ、もちろんあるわけですよね。あの会議があって、うん、でまあその中で、まあ、一応あの計画立てるじゃないですか。次年度計画っていうのを立てて、うん、まあ、来年はじゃあこういう何店舗何店舗何店舗、こういう業態は何店舗何店舗、一応顔考えるんですよ、うん、けど出店できないですよ、ね、まあそのなんていうんですかね、僕も行かなきゃいけないっていうこうなんていうんですか、プレッシャーもあるんですけど、うん、やっぱそのこうなんですかね、今までだったらパッとこう出すんですけど、ああ、うんうんうん、なんか今一歩こう気使っちゃうんですよ、うん、相手がいる分ね、そうそう、うん、こんなのやらせてくんねえだろうなとか、これはいいのかとか、うん、いや今一歩こう踏み出せない、やっぱ新しいブランドっていうのは生まれにくい環境にはなりましたね。いくら向こうが好きなことやってくれと言っても、うん、今までだったら 100% 責任は、まあ、自分がかぶればいいっていう、はいはいはい、まあそうですね、まあ、パッと思いつきで結構今出したりしてはけど、うん、まあ、それがもしこけた場合ね、うん、やっぱ向こうの、ね、PL のインパクトにやっぱなってしまうので、うん、そこはやっぱ慎重になってる部分がやっぱしこの失点ゼロなのかな、うん、はい、まあ、けど その準備を着々と、まあ、出店できるような準備はこの1年半で整えてきたんで、うん、来年は行きます。ガガガッと、はい、来年は行きます。来年行けるか、再来年は行きます。再来年は行く計画はあるんで、来年の計画はっきり言ってないですね、うん、けどやんなきゃいけないなっていう、まあ、すごい焦ってます、うん、
それはまあそんな状態だからあれでしょうけど、はいはい、それは新ブランドも込みなんですか、はい、新ブランドももちろんやりたいことはいっぱいあるんですけど、うん、やっぱさっき言ったように躊躇する面があって、その、はい、さっきの話で言うと、はい、こう店を出したいようなラーメンはもうできてるんですか、はい、結構ありますよ、はい、これは食べてみたいですよね、うんうん、でそのなんか一人 の, そのスポットライトを浴びたラーメン職人さんがそのいろんな角度からラーメンを作っていくっていうのはもう兄貴が先駆けじゃないですか。そうですね、そうですね、そうですよね、うん、まあ、やってしまえばいいんだろうけど遠慮しないで、今、うん、資本提携したばかりだし、うん、その辺ちょっと僕も様子を伺ってる。あ、もうでも1年半経ちましたから、もう、ね、もうだからそろそろもういいんじゃないですか、うん、そうそう、うん、けどやっぱ求め何を求めてるのかなってやっぱこっちも思っちゃうんですよね。やっぱ世田谷で展開していってほしいのか、うん、けどまあ吉田ホールディングスの社長はいやいや、あのまあ10年後1店舗も出さなくてもいいし100店舗になっててもいいです、それ自分で考えてやってくださいっていうスタンスで、そこまでだから余計プレッシャーかかります、ね、そうなんですね、そんなあれなんですね、そうそう、逆に、はい、だからその辺は本当ね自由度があるというか、あの自由が一番大変ですもんね、はい、ある程度ですよね、そのグループとの兼ね合いが ね、うん、僕も今一番やりたいアメリカでやりたいんですよね、うん、アメリカでちょっと新しいこと考えてて、うん、それをバーッといきたいんですよ、うん、その準備も結構あって、それをまあやらせてくれそうなんで、うんうんうん、ちょっと来年はそれに力入れて、僕はあの前島さんがプロデュースした吉野家の牛丼が食べたい、はい、ああそれはね意外とねこれは難しいんですよ、うん、やっぱしあれぐらいの規模になると、うん、ちょっと変えるだけで、うん、何億円というコストがかかる、はい、オペレーションから全部こう見直す限定でいいんですけど、はいはい、うん、限定もだどこの店で出すのかとか、まあ、もうなんかもうチェックが何重構造もあって、めっちゃ厳しいですよね。ここはそうなんです。あれぐらいの会社になると思う。だからね、さっきのそのふづきの話じゃないけど、はい、僕はあの花月の面白いところは、はい、もういろんなラーメン屋さんが、はい、こうアドバイスして作っていくじゃないですか。そうですね、だからあれってすごい面白いな。柔軟ですよね。だからそれが例えばその吉野家さんと組んでるんだったら、はい、なんかでかといって吉野家でラーメンを出すではなくてね、はい、吉野家の牛丼を、はい、まあ、前島さんっていうラーメン職人がアレンジしたらこうなるぜみたいなのっていうのは多分世田谷とその吉野家でなきゃできない。そうですよね、まあ、僕はそれやりたいと考えてますよね。僕は逆にその吉野家でラーメン出したいなと、ね、うんうん、何回も提案してるんですよ、うんうんうん、そしたら結局やっぱしスープ炊くことはまず無理ですよ、そうですね、生麺使うのも無理、ゆで麺機無理、うん、結局僕のやりたいことはできないんですよ、うんうん、だからなかなかちょっと難しいなと。まああの小宮さんは話せること話せないことあると思いますけど、今の話とか聞いてて共感できることだったり、自分はこうだったとか何かあります？そう、やっぱり僕も似たような道を通っていて、うん、あの、ま、その会社のビジョンを果たすっていうそのゴールは一緒だと思うんですよ、うんうん、その親会社と、ね、親会社と、うん、あの事業会社で、うん、でゴールは一緒なんですけど、僕の場合はそこ その目指し方がちょっとあまりにも違うというか、うん、そのなんか山の頂上を登っていく過程にちょっとギャップを感じて、うん、僕はそれで契約期間を終えて今、うん、抜けたんですけど、まあ、違う山を、はいはい、あれしようと、うん、なるほど、まあ、その事業会社という、ね、考え方が、ね、全然違う。そうですね、うん、だ決してその事業親会社のやり方が間違ってると思ってないんですよ、うんうん、それもすごく正しいなと思うし、うん、でも僕はこっちから守りたいなっていう、うんうんうん、もうそれは価値観の違いというかね。そうですね、アプローチの違いだから、うん、だって本当にね今言ったみたいに絶対にまあ言葉は悪いけどその儲かるというか売り上げを上げるというか会社を良くしていくっていう方向は一緒のはずなんで、うん、取る方法論の違いっていうか、そうですね、ゼロ。じゃあこのまま行きましょうか、うんうん、じゃあ小宮さん行きますか、はい、今年の一時、そこです、うん、そこです。どん底の底、どん底の底です。何、うん、でしょう、どう、まあ、あの、はい、僕八戸さんと同い年なんですけど、はい、今年翻訳だったんですよ。数えで4251数えで42、あ、数えか、で数えで42だよね、でしたね、ってなるんですか、うん、翻訳でなんで、うん、多分その
まあ、一番、まあ、よくない年、よくない年なんだろうなと思うんですけど、まあ、一番良くない年でもまだ何日か残ってるんですけど、うん、そんな悪くもなかったんで、うんうんうん、なんかこの先が未来が明るいなと思って、うんはい、そうですね、そこから上がっていくだけだから、そうですね、うんはい、今年は改めてどんな年でした、その何があった年だった、まあまあもちろんあの小宮の年でもあるし、そうですね、まあ、ずっとその大切に育ててきたつけ麺鉄道から一線引いてまた新たにスタートを切った年なので、多分その小宮さんの人生の中でもすごいエポックメイキングなというか重要な年であることは間違いないですよね。そうですね、うん、だからなんか今年がどうというよりかは将来的にこの年を思い返すことが多いはずなんですよ、うんうんうん、その思い返した時にまあ、ユナリという会社にいればそれなりの給料をもらって、うん、生活はできていたと思うんですよね、うん、だその将来的にここを振り返った時にあの年に決断してよかったなって思えるような年でありたいなと思いますけどね、うんはい、やめなきゃよかったなって思わない年がしたいそれは、ね、まあそうですね、はい、確かに。そのあんな大事にしてるブランドを手放したわけじゃん、はい、寂しくない、自分でね生んだブランドでしょ。で最初、うん、決めた今年の頭ぐらいですかね、うん、からもう自分の頭の心の中で決めていて、そこからその取締役会まで、まあ、3ヶ月ぐらい、まあ、もう本当に寂しいことがありましたけど、うんもうそれで一度決議してからは比較的どちらかというとしっかりバトンを渡すことでバタバタしてたんで、あんまり寂しくなかった。今でもあそこの店売り上げどうかなと、それ気にはならない。やっぱりつけ麺鉄の前を通ると覗いちゃう、ちょっとで覗いてチェックして今の社長に LINE 取ってます。しちゃうんだ。食べたりはしないです。店入って、ブラッと入って。食べたりはしないですね。はい、こうだぞ、こうなってるぞとか、はい、チェック入れるんだ。ちょっと BGM が音でかすぎるぞとか。味のチェックはしない。BGM でかすぎるぞって結構細かいな。ね、チェックがちゃんとしてる。そうか、そうか。でもそれはいい意味で、いい関係ですよね。そう、さっきそびれましたけど、前島さんはそのゼロ以外にね、はい、今年はどういう年でしたか。あれ、理事長になったの今年、今年で、去年ですね。去年か、去年8月ですね、うんうん、まあ理事長もやらせていただいて、まあ結構そのラーメン協会の仕事は結構多かったですね、うん、全国ね、飛び回る。そうですね、ラーメンショーがあったり、まあ、いろんな懇親会だったり、うん、まあ結構自分のそのライフワークの中でやっぱりその協会の仕事っていうのはやっぱ3分の1ぐらいしなきゃいけないなって感じがします、ねはい、やりがいがありますか。まあ大変ですけどね、まあ、やらなきゃいけないなっていうのは、うん、こうやっぱりラーメン業界もっと良くしていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、みんな理事一丸となってまあ考えてやってますけど、まあね、その協会がどう思ってるか分かんないですけど、はいはい、多分ある程度その店舗を持って結果を残した人の責務のような気もするしね、はい、まあそうですね、うん、個人店の人はやっぱり自分の店のことがやっぱり 100% でないと次がないけど、はいはいうん、ちょっと余裕があるつもり、はい、失礼な言い方かもしれないけど、まあ業界が良くなればね、自分の店もまあ良くなる、うん、自分のためでもあるし、うん、そこのね業界はずっとね反映し続けていかなきゃいけない。ヤトギさんは書けましたか。はい、はい、じゃあヤトギさんの今年の漢字。曲がっちゃったんですけど、麺。麺、はい、実はあんまり知られてないんですけど、本店のつけ麺の麺を変えたり、はい、ちょっとぐる今半分いったかな、半分ぐらいそのつけ麺の麺を、うん、ちょっと全く新しい製法の麺に変えてまして、うん、具体的にはどういう麺ですか。まあ、大体中華麺の加水率って大体低いところから 20% 台から高くても35ぐらいが、まあ、まあすごく入れる人で、まあ、30後半ぐらいかなっていうところなんですけど、大体45後半前後ぐらい、かなり高いですね、はい、だから今までのその麺の作り方と全くちょっとその
構造が違うんですね、うん、でまあその面にチャレンジしてまして、うん、まあ1年それにこう追われてた年かなという、うん、まあそれによって生じる問題が多々ありまして、うん、まあそれによってこう茹で免許を変えたりとか、うん、いろんな設備変えたりとか、だからまあ将来的にはまあ僕的にはこの面が来るんじゃないかなと思ってるので、うん、まあこういう方法をもっともっと推し進めていきたいなという、うん、はい、本店食べに行ってみよう。あ、もう本店変わってるんですか。本店変わってます、はいはい、これここ高田の馬場ですけど、高田の馬場はまだ変わってないです。まだですね、はい、やっぱりその中央スペックもそれに見合ってかないとちょっと合わなくなってくるんで、それができる店から順次変えてるっていう感じ。あと麺の方もどんどん進化してるんで、あのそれも変わりながらなんで、まあ将来的にはかといって全部同じにしちゃうとまたうちの良さもなくなっちゃうんで、まあ多少は残しながらも、まあベースのつけ麺の麺に関してはそういう方向にしてる。それはその麺を変えようと思った何かあったんですか。やっぱりその長いラーメンの歴史の中で麺ってあんまり変わってないんですよね、うん、いろんな変わり麺とか、うん、とかっていろいろ出てきてるんですけ ど、変化球はあるんですけど、ストレートのところで、うん、ストライクゾーンの中での作り方ってほとんど変わってないんですよ。多分半世紀ぐらい、うん、あのロールに巻いてピンミキサーで回して、でロールに巻きつけてこう流していくっていう方式に関しては、うん、多分もう本当に、大丈夫だと思います、はい、半年ぐらい、あ、半年じゃね、あの半世紀ぐらい変わってないと思います、うん、まあ、それを大きく変える作り方、まあ、小麦が良くなってきてるっていうのもあるので、うん、まあ、そういったところからもよりその方が小麦の特性も出るんじゃないかなっていうふうに、はい、やってます。その麺については、はい、とある筋から噂で聞いてて、はい、めちゃくちゃすごい麺を作ってる武蔵さんがっていうのは1年ぐらい前に聞いてて、うん、でそのとある筋にこの間そのすごい麺ってできたんですかみたいな、その僕が1年ぐらい前に聞いた時は夏を超えてみないとわからないみたいな。あ、そうですね、はい、でこの間ふと思い出して夏超えたけどその麺の塩梅はどこですかみたいな、はい、とある筋に聞いたらですね、最近今小鳥さんが言ったようにまだ発展途上だと、うん、多分とてつもない麺なんだと思うんですよ。普通の製麺機でも40何万なんで、実際、うん、考えられないですからね、はい、だからやっぱりその何ですか、実用テストはやらないことにはジレンマなんですよね。だからもっと完璧になったら使いたいけど、けどやらないことにはそのノウハウが上がっていかないんで、その毎日機械を回してもらわないと、要はノウハウが積み上がってどんどん良くならないじゃないですか、うん、だからまだそんな今他の面と圧倒的に違うよねっていう違いが出すほどではない、かなり安全運転のラインのところで流してるんで、あれですけど、まあ冬場に来て、冬場はだいぶいいですね。夏場の方がやっぱり状態安定しないので、それがやっぱ大変です。やっぱりね、自家製麺でやってたって1年、2年回してみないと分かんないですもんね。うん、そうそうそう、はい、まあけどそれ用に、あの麺屋さんに機械買ってもらって、それ用の機械で売ってるんで、それはこれからも続けていきたいので、まあ麺屋なんで一応、はい、そうですね、麺にこう。だからその今聞いてて思ったのは、その前島さんがその協会で業界を良くするっていうことと、この雇いさんが武蔵の麺を良くしていくってことは、なんか遠くにあるところはなんか一緒のような気がして、あ、そうなんですね、はい、結局そのラーメン屋さんなりラーメン業界ってものがもっとなんていうの良くなるというか、うん、なんかそのために多分誰かがやんなきゃいけないところで、でそれがやっぱりできる精神的経済的余裕があるお店がやらないといけないっていうところなんでしょうけど、うん、今度ぜひねちょっと協会のセミナーやってくださいね、そのね聞きたいですね、本当ですよね、みんな興味があるから、うん、はい、そうですね、まあ、あの将来的には普及してこうしていけばいいなっていうのは思ってますね、はい、だ実際どういう経過わかんないけど、多分それで製麺所さんの技術も上がったりとか、場合によっては考え方が変わったりとか、はいはい、していくとそこから新しいまたものが生まれてね、うんうん、そうすると他のラーメン屋さんの麺に対しても絶対影響は良くなるじゃないですか、うん、そうですね、だからそういうものをやっぱり積み重ねていったのが多分ラーメンの今までの歴史なんだろうし、うん、はいはい、そうやって思うとやっぱりそのやっぱりそのアップデートしていく意識のないラーメン屋さんが僕は食べ手としては嫌なんですよ、うん、だ全然チェーン店を否定するあれもないけれどし、あのインスパイア系と言われるものをディスるつもりもないけれども、やっぱりなんか
まあ、じゃあ同じそのがっつり系をやるんだったら、うん、今までのがっつり系はこうだったけど、もっといい、うん、こういう概念を入れましたとか、うん、なんかそうやって、うん、そうですね、うん、だから家系に関してもね、うん、あれを家系って言うかとか別としても、うん、今までの家系はこうでしたと、だけど僕らからの時代はこうしていくんですみたいな、なんかそういうのがあって、どんどん業界なり、うん、なんだろう、ラーメンのレベルが上がっていくんじゃないかなとはすごい思うんですよね。だから多分結果として、まあ、今日お声かけした方もそうだし、オンエアに出てくださるというか、お声かけする人ってやっぱそういうなんかモチベーションを持っている方たちにやっぱりお声かけをするので、おとなしいですね。どうですか、結局あの衝撃受けたラーメンもちょっと聞きたいなと。衝撃受けたラーメン、さっきね、途中なった、ああ、なんだっけそれ、俺飛んじゃった、衝撃受けたラーメンって何だっけ、ふずきさんの質問、ああ、そうだそうだそうだ、そうだあるかないかって言ったら、なんかちょっとああみたいな感じ、そうそうそう、俺はだからそこであの小宮を言ってしまった、ああ、そっから今話してた、そうそう、そうだったから、まあ、このグダグダ感がいいんですけど、そう、衝撃受けたラーメン、丸だったでしょ、僕丸でした、どこ、僕あの麺屋食堂さん、新店じゃないんですけど、うん、なんかそのなかなかその地方にラーメン食べに行くことはあるんですけど、うん、ちょっと微妙に近いし、あんまりその軽く食べに行く距離でもないんですけど、うん、だなんかずっとラーメン屋でありながらスルーしてきた店にたまたま行って、でなんかそのいろんなラーメン屋さん食べてもその衝撃を受ける受けないって、なんとなく自分が作れるか作れないか、なんとなくあこれこんな感じで作るんだろうなっていうのはあんまり衝撃を受けないし、うんうん、そのなんとなくその麺屋食堂さんのラーメンってその何で構築されてるっていうかっていうのはなんとなくわかるんですけど、なんかすごく高い次元でバランスが取れてるなって、うんうんうん、でなかなか近いのに行かなかった割にはで微妙に距離がある、うん、周りには今年2回行きましたからね。その1回目はどういうきっかけで行ったんですか。たまたまちょっと温泉かなんかに行く途中で寄ったんですよ、うん、寄れるなみたいな、はい、そういえば行ってなかったなみたいなので、うんうんうん、で行ったのがきっかけですね、うんうん、はい、でもそれでね2回行くってよっぽどじゃないと行かない気がする。そうですね、うんうん、そうか、あ俺今その話で思い出したけど、先週初めて俺元気いっぱい食べたんですよ。ああ博多の、あ博多の遅くないですか、うん、遅い遅い、 あえて避けてきたんですよ。へ、うん、結局そのいや写真撮影禁止だとか高菜先食っちゃいけないとか、いろいろ、ね、なんかそういう情報入ってくるんじゃないですか。基本的にもううるせえって思うわけですよ、そういうの、うんね、別に行かんでも他にいくらでも食いに行くラーメン屋はあるわっていうスタンスなので、うん、なんかごちゃごちゃややこしいとか僕も行かない主義なんですよ。普通にラーメン出してくれて普通にラーメン食えばいいじゃんって思うんだけど、なんかもう最初からそのルールがなんかごちゃごちゃって言われるっていう話を聞いて、で実際返されたやつも周りにいたりしたから、うん、まあまあそんなお店にはいかんと思ったんですけど、今月からそのそこのルールが全て解禁になったんですよ。そうですね、っていう情報を聞いて、はい、あなら行こうって言ったら、まあうまかったですね。びっくりするぐらいうまかったねし、何でしょう、まず接客がもう、あれはもうその後何軒かのラーメン屋さんにいました、あれ一応勉強しに行った方がいいよぐらいの接客の良さでした。へ、でも経営者さん変わったけど店員さんは変わってないんですか。いや経営者も変わってないと思います。あれなんか何かが変わった、うん、ルール変わる理由はそれじゃない。それはね、ちょっと多分ややこしいんだけど、あそっか、うん、店員さんはじゃあ変わってないですね。中身は変わってないですよ、うん、で結局その方針を変えたっていうだけだと思うんだけど、はいはいはい、あのね、でよくよく聞いたらその今まで行ってた人の話聞いてもやっぱりその物腰が柔らかいのも変わんないし、うん、接客も良かったって言うんですよ。だけどね、逆にお声掛けをしてて、なんかたまたま僕が行った時も、大阪から来たっていう4人の女性がいたんだけど、うん、もうその女性たちにもう明らかに見てほら観光客って分かるから、うん、ご主人がラーメン好きなのどっからいらっしゃったんですかなんて言って、で、うちなんかいろいろ言われてますけど写真撮影 OK ですからね、どんどん撮ってアップしてくださいねとか、もう全然全然違う、どういう風に作りまして、おばさんですか、男性です、ね、あ男性 の、うん、ラーメン作ってる人、そうです、だって私が行った時並び長いから、ね、暇だから携帯ゲームしてたんですよ、うん、で携帯持っちゃいけないの知ってたんだけど、つい
そのままゲームの続きのまま入ったの無意識で入ったら、あ、ちょっと携帯はもうちょっとしまってくださいみたいに、まあ、でもやんわりですけど、あ、すみません、あ、そうだったって分かってたからすぐしまえば全然大丈夫だったんですけど、それがね、そう今となっちゃう、もうどん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 撮ってアップしてくださいね、もう信じらんない。それで、まあ、ラーメン撮らせてもらって、ただそう、あの唯一自分の中でピリッと緊張が走ったのはラーメン出された瞬間にスープからどうぞって言われた時だけは一瞬おっと思ったけど、そうなんだ、うん、それはやっぱりちょっと、なんだろう、で分かったのはその、まあ、もちろん味の好みっていうのはあると思うんですよ、うん、人によってね、うん、で、まあ、僕はどっちかって言ったらもちろん好きな方だったけれども、あ、これはその一切手抜きなくこう細かなとこまで気使って作ってるラーメンなんだなっていうのは多分誰が食べても分かる、うん、だからそうするとね、人間ってもうなんだろう、単純だから全部好意的に解釈してすべてラーメンに集中してもらいたいっていう思いからなんだろうなみたいな、佐野実もそうなったんだろうなみたいなね、うん、同じような感じで非常に良かったですね。だから滞在中もう一回ぐらい行こうかなって思ったぐらい、うん、あれ衝撃だけで言ったら今年一番だったかもしれないですね、うん、でかといって今まで行かなかったことを後悔はしてないんですよ、うんうん、それはそれ、それはもうそれで、うん、そのなんだろう、方針が違うから、うんうん、やっぱり僕は凪の生田さんが追い出されたって聞いてあれはもう追い出されるのをわざとやってるんですよ、ね、そのスープから行かなかったりとか、うん、それを2回追い出されたっていう情報を聞いていったんで、俺結構緊張がもう多くて、わざとやりそうです、そう、うん、あの言ってわざとやってたって、だからね、なんだろう、僕の考え方はやっぱ、まあ、それ言ったらあの店はのれんを掲げてないんだけど、うん、のれんを掲げて商売してる以上、やっぱりそのある程度 その裁量権っていうのはもうお客さんにあるというかね、うん、客を選んじゃいけないところがどっかにあるだろうって思うんですよ、うん、本当にその自分のこうなんていうのかな、うーん、やりたいやり方でやるんだったら路面でね、そんなその勝負してやらないで、うん、知ってる人だけ行けるような状況にすりゃ、うん、いいと思うし、だからまあそういう意味での看板も出さずのバケツなのかもしんないですけど、うんうん、だけどやっぱり、まあ、あの店も確か雑誌のメディアなんか出たことあると思うんですよね、だからそういうメディアに出てるんだったら、あるいはそのもうお店としてやってるんだったら、うん、お客さんをその排除するようなやり方っていうのは僕の方針っていうか、うん、とは価値観と合わない、うん、で価値観と合わないところに行く必要はないっていう、いやだからもうすごい食べたかったですよ、うん、だって行った人みんな美味しい美味しいっていうの、うん、でましてやそのなんだろう、食べてのその興味としても絶対行きたいじゃないですか、うん、意地でも行かなかったですよ、うんうん、もう向こうが折れるまで俺は行かないみたいなだから折れたわけでも何でもないんだけどあの普通にそうなってくれたんで、あ、だからで結果そうやってやっぱりその結果行ける人も増えることも事実だし、いや絶対そうですよ、うん、もうあのね、元気いっぱいみんな行くべきです、美味しい、本当に、うん、今までもう誰かが行ってきたよとか言ってたら、もうケッとか言ってたんですよ俺はぁとか言って、言うこと聞いてきたのぐらいの勢いで、うん、もう今だったら俺何でも言うこと聞いちゃう美味しいからもう許しちゃうカレーの替え玉入れてくれって言われたら入れるね、でカレーの替え玉って昔からあったの、ない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 はずないんだ、うん、最近のはず、そう最近はね、だカレーの替え玉ってのもあったんだけど、そのカレーの替え玉を入れてスープを汚してしまうのがもったいないと思ってやめたぐらい、うんうん、スープをとにかく飲み干したかったですね、うん、あれきっとまた行くだろうな、うん、基本的にほら僕らなんかってできるだけいろんな店に行かなきゃって思うから、うん、よっぽどのことがない限りリピートしないですね、うんうん、あそこはそういうの抜きにしてまた行きたいかもしれない、今年そう感じたのはそことあの小宮だけです。大丈夫ですか、拾ってますかね。いやね、あの小宮は冗談抜きでね、まだあのなんだろう、それこそてっちゃんの中でもこうアップデートが続いてるから、うん、豚骨もガラッと変わったし、うんうん、どんどん変わりますよね、あれはね。そうですね、で今そこで働いてる奴らがどん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 自分たちでもいろんなエッセンスを出てってるんで、まあ、味に関してはもうある程度のところで手離れして彼らの味になっていくんだろうなっていう感じがしますけどね、うんうんうん、はい、前島さんありました？僕は今思い出しました。お、丸になった。僕はあのまあそのレギュラーのメニューじゃないんですけど、
ある限定を食べて、まあその味というかその人というか、うん、麺屋上田ですね。ミサエさん、ミサエさんがなんか限定で、あの、のどぐろの煮干しのラーメンを、ね、で食べに行ったんですよ、うん、したらまあ豚骨のようなのどぐろのスープで、真っ白で、うん、濃厚で、それを上田さんが前の晩から仕込んで、もうあのね、うん、年齢で、ね、すごいっすね、で麺も手打ちなんですよ、うん、その場で打って、うん、ほんでちょっと待ってねなんて手切りして、うん、まあその上田さんのその悪なく追求というか、うん、最近フェイスブックも始めましたからね、すごい、ね、すごい衝撃受けました、ね、いきなり親戚びっくりしちゃった私も、であのね、あの年齢ですごいインパクトのあるラーメンを出してきて、それがまた美味しい、まだまだ攻めてる感じありますよね。そうそう、そのね、あの上田さんのパワー、うん、あれに僕は衝撃を受けました、ね、だって今年開催されたあのね、はい、ワールドラーメングランプリも、あ、そうじゃん、ファイナリストを、あ、そうなんですか、選ばれましたからね、最高齢、多分応募の段階でも最高齢だと思うんですけど、うん、かっこいい、ファイナリストに残るってすごい、本当にかっこいいよね、かっこいい、大好き、ね、いや、今な、人の話でどんどん思い出すけど、限定で思い出したけど、金の武蔵も今年もすごかったですね、あれ美味しそうだった、食べたかった、あれはすごかった、食べた、まあ、ずるいっちゃずるいけどね、もう原価率完全無視の、うん、そうですね、もう、はい、なんだろう、でも逆に言うと、あの全力やるんならあそこまで全力振り切んないとってことでしょうね。そうですね、まあ原価って壁になんていうのかな、抑えられて、うん、発展してるようで発展してないってことって結構あると思うんですよ、ね、うん、だからあの昔フランス料理が発展したのも、要は王様のために好きなように料理をどんどん作ったから、うん、どんどんいろんなロッシーニとかああいうメニューができたわけですよね、うん、だからあのもうラーメンもどっちかっていうとそういうこともしていかないと、ちょっとこう F1 的に、うん、まあ、いくらかかってくるから、ね、早い車作るみたいな、それが要は将来的に市販車に落とし込まれる、落とし込まれるわけじゃないですか、だからまあ原価を一回考えなくて、うん、好きなように作ったらどういう風になるんだろう、まあ、それが何年か後に、まあ、市販ベースにこう落とし込めるノウハウとかになっていけば、うん、ただ材料が今回高かったんであんなったんですけど、うん、例えば同じようなスープの出し方でこう甲殻類だったりできたりするんですよね、うん、そうすると別にそんなに高くない甲殻類とか、うん、そういうものを使えば、うん、その手法的には使えるとかそういったことは学べるんで、どんなラーメンですか、上海ガニですか、あ、カニ、上海ガニ、はい、上海ガニを5匹使ったっていう、はい、一杯に5匹、一杯に5匹、すげえな、一杯に5匹、生のやつを、もうええでしょ、ええ限定何杯ぐらい、限定10杯を2日間、はい、20杯すごい、あっという間でしたそれ、ね、そうです、ね、並んで終わり、オープン前に終わりでした、ああ、はい、そうだ、まあ、2000円ですけど、はい、いや2000円安いよ、ね、安いです、はい、はいはい、そのよく言うんだけどラーメンの1000円の壁って話が、はいはい、あるじゃないですか、はい、でこの間のツタの大西君が1000円から900円下げたんですよね、はい、でまあ、彼のそこの考え方っていうのは結局その、まあ、素材の見直しでそれで落とし込めたからっていうことで、うんうん、まあ、逆に言うとその無理してその1000円を超える必要はないっていう考え方、うん、で結局まあワンディッシュだし、うんうんうん、だからその適正価格って多分作る側にしても食べる側にしても人それぞれだとは思うんですけど、僕一つの考え方としてはあの個人でやってる方はそれでいいと思うんですけど、ある程度その社員だったりを抱えて、うん、まあ、簡単な社長としてというかね、やってる人は僕飲食店ってそのラーメンに限らずやっぱり高く売ることが責務なんじゃないかとどっかに思っていて、うん、っていうのはそれをやることによって結果そのでその売り上げを全部自分が取るってことじゃなくてね、従業員の生活にもあれするし、そしたらもしかしたらその労働環境も良くなるかもしれないし、場合によってはその周りにいる業者さんも潤うかもしれないし、世の中全体を考えた時には例えばラーメン800円で売るよりも900円で売る方が幸せになる人は多いだろうと僕は思うんですけど、それはどうなんですか、正しいですか。いや僕はもう激しく同意で、うん、そういう感じ、やっぱりその同じ 30% かけるとしてもその販売価格によってあの額が変わってきますよね、うん、はいはい、700円の 30% と、うん、だと大体
490円が粗利として 1名のお客様から1人のお客様からいただく、まあ、原価代引いた店の粗利です。これ1000円で売れると700円になるんですよ、うん、そうですよね。でこの1名のお客様から210円多くいただけることができるんですよね。だからそこの210円っていうのが多分その今おっしゃられた従業員の給料で福利厚生だったり、うん、そういうところに当てられる、うん、大きなアドバンテージになると思うんです、まあ、うちがおかげさまで業界の中じゃ給料高い方なんですけど、うんまあ、その高いのっていうのはまあ今言ったそこの金額の差だと思うんで、ただやっぱり高い分だけお客様のハードル上がるんで、うん、だからそれでも超えてもらえるような価値を提供する努力をするべきで、価格下げると基本的に価値は上がるんですよ、うん、価格下げればハードル下がるんで、うん、飛びやすくなるんで、そうですよね。だからそうすると自分たちが今度苦しむじゃないですか、うん、で今まで飲食って多分それをやりすぎた結果が、うん、その従業員だったりアルバイトだったり契約社員たちに結局そこにしわ寄せが来ちゃって、うん、それでブラックっていうなんていうのかな、うん、こう印象が植え付けられちゃったんじゃないかなって個人的には思ってるんで、うん、まあやっぱりそういうね、やっぱりもっともっと給料払って飲食業界で働くことがもっと希望があって稼げてかっこいいよねって言ってもらえるようなラーメン働く人がそういう職業にしていかないとやりたい人が減っちゃうんで、うん、そうすると美味しいラーメンがどんどんできなくなっちゃうっていうところだと思うんですよね。だからそのまあ外食もそうだし中食もそうなんですけど、うん、もうここ数年って本当にお弁当とかすごい安いじゃないですか、うん、で安くすることで、まあ、もちろんその消費者っていうのは、まあ、300円なり400円でお弁当が食べれてよかったっていうけど、それってなんかすごい刹那的なことのような気がして、でもそれが最終的にこの先どうなっていくのかな、うん、もう安売り合戦には限界もあるし、うん、で同じことはまあ変なし、うん、グループ会社だからあれですけど、うん、牛丼だとかね、ああいうカレー屋さんなんかもそうだけど、うん、やっぱり安く、うん、それがまあニーズだ、うんうん、でただもちろんその安ければ安い方がいいようなものもあったりするだろうけど、うん、ある一定のそのジャンルの飲食とかみたいなものに関してはなんかその例えば分かんないんだけど、その立ち飲みの串焼き屋さんまでその値上げしろとまでは僕は思わないんだけども、うん、まあ、ラーメン屋さんもそうだし、あとはまあビストロクラスのフレンチ的なとことか、うん、ああいうところは多分かなり利益を減らして、うん、こうバイカーをもうあれしてるじゃないですか、うん、そうじゃなくて適正な利益を取って、うん、で普通に儲けてほしいっていうか、うん、そうすることでやっぱりお店も続くし、ね、僕らも食べる機会が続くし、うん、やっぱりその経営的にダメになっちゃって畳んでく個人店とかって結構見てるから、うん、ラーメン屋さんに限らずですけど、うん、そういうのは不幸だなって。安さがもう企業文化になってて、うん、もうそれをいっぱい出すことによって、うん、まあ、薄利多売じゃないですけど、うん、そうそうそう、利益が出て、うん、従業員が潤うっていうね、もう吉野家さんとかそうでしょうし、うん、サイゼリヤさんとかもそうじゃないですか、うん、だからそれはそれで全然ラーメンで言えば吉野家さんだったり吉野家さんやっぱあっていいと思うんですよね。ただカテゴリーとして、うん、アッパーがないのもまたラーメン屋さんってちょっとおかしい、うん、あの業態かなと思うんですよ、ね、うん、蕎麦屋さんだと、ね、下は富士蕎麦屋さんから上は竹山さんまでこうすごい幅広いジャンルあるじゃないですか、うん、だから個人店はどっちかっていうとそういうところを目指してたり、そうそうそう、はい、してもいいんじゃないかなと。できる気がするんですよね。やっぱ世界行くと思うんですけど、日本が一番安いんですよ。うん、世界中でラーメン、うん、レフォのラーメンの値段が日本が一番安いんですよ、圧倒的に、うん、はい、で世界行くと大体1000円、うん、換算すると1000円超え、大体いろいろ食べたり飲んだりするんで、店出ると2000円、2500円でお支払いしてるわけですよね。だからもうそれははっきりしてて、結局日本のプロトタイプのラーメンっていうのは海外の人は知らないから。そうなんですよね、うん、はい、だから日本人はよくも悪くもプロトタイプの中華屋さんの麺料理みたいなものが長く続いて、それこそ武蔵が出てきた前後ぐらいからこの100年の歴史の中で言えば多分急速にレベルが上がってるじゃないですか、この20年、30年って考えたら、僕は本当ね別の食い物だと思ってるんですよ、うんうん、だからその例えば春木屋だったり、もっと言えば来々軒の延長線上に皆さんのお店があるというよりかは、うん、なんか何かがあったわけじゃないけど、絶対もう今や別の食い物じゃないですか。だからそれをなんか一緒に論じて、ね、結果その価格がラーメンっていうのはこういう食べ物だから、
ワンコインでなきゃいけないとかね、600円とか700円でなきゃいけないっていう考えのはおかしいと思うし、そうですね、異論あれば。いや、全く異論ないですね。うん、なんか僕なんかはまあ、たまにそのラーメンなんで500円以下で食べるもんだっていう声を聞きますけど、うん、まあ、本当にその商売としてあの従業員食わしていくってなるとなかなか500円で売れないんですよね、うんうん、で、まあ、どちらかというとその飲食業ってそのお客さんの料金を頂戴してその会社の純利益っていうふうに考えると本当にまあいろいろあると思うんですけどもう 5% 純利益ができれば優良企業ですよ、うんうん、そうですよね。なのにあのお客さんは気づかないかもしれないけれどもその僕らが売ってる金額の中の 8% は消費税で納めてるんですよ、うん、そうですね。国はなんか黙ってて 8% 取ってるのに僕らの 5% は許してくれないのっていう、うんうんうん、いいしちょっとそういう思いもあって、うん、逆にその僕やっぱ700円800円でラーメン売りますけれども、まあ、それでお客さんが高いって言ってこないんだったらもう世の中に必要されてなかったんだって思って、うんうんで、その本当にこの、なんだろう、資本主義というマーケットの中で、ただ負けただけっていう感覚で、ですけどね、はい、いやだからね、本当にあの実際ね、その、まあ、町とかの特性もあるだろうし、みんなはみんな東京のど真ん中で勝負してるわけじゃないから、700円とか800円は取れないよっていうのは正しいと思うんですよ。うん、だとしたら、800円に対して見合った原価率で、うん利益をしっかり残してやるべきだと思うんだけど、例えば分かりやすく言うと東京で、まあ、武蔵だとか鉄で修行しました、うん、俺はこれ田舎に持って帰ってこの味を食わせたいんだ、うん、だけど東京と同じ価格では出せない、うん、だけどもう自分はその作り方をしてしまったから、まあ、自分の儲けを減らしてでもこの原価で頑張るんだって言ってやってるのが一番不幸だなと思って、うんうん、だからもしその東京よりも200円安く売らなきゃいけないんだったらもうそもそもその作り方のラーメンは作っちゃダメだよって話じゃないですか、うんうん、それはやっぱり900円で売るラーメンの作り方だから、うん、600円でしか売れないんだったらそれなりに見直さなきゃいけないんだけどでも自分は知っちゃってるから、うん、美味しさをでそんなもん絶対そっちの方がうまいのは分かってる、うんうん、でもそのさっきのその天井があるっていう意味ではまあどんな頑張ったって今のところラーメン1000円なわけだから、うん、3割って考えたところで300円しか原価かけられない食い物じゃないですか、うん、って言ったらもう鼻から原価の壁がある以上それが200円に下がったってねやりゃいいだけだと思うんですけど、でもやっぱ300円原価をかけたラーメンの作り方を知っちゃってるとなかなか戻れないですよね、うんうん、でもそれでやっぱり600円とか700円で出すっていうのはまあある意味自殺行為だし、そうですね、うん、ありがとうございます。鍋つけましょうか、うん、冬なんですか。それ何ですか。あったかいお茶です。あったかいお茶あれ、ウーロン茶にします。ウーロン茶、あったかいの冷たいの。冷たいの。でですね、今日の鍋は、あれ、なんだっけ、鹿のすき焼きだそうです。鹿のすき焼き、鹿のすき焼き、ね、しばらくすいません、なんか鍋係みたいな場所で。いえいえ、どうなんですか。どうなんでしょう、これは皆さんなんか質問あったら、あ、森山さんが見てくれてる。森山さん、あの海流の森山さんが森山さん見てます。ありがとうございます。森山さんも今年1年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。またドトンコツ食べ行きますんで。元気いっぱいも行きましたけど。いや、海流の森山さんも見てくださって、なんかいろんなところから見ていただくとやっぱ嬉しいですね。で、まあ、あとはやっぱこれはあのアーカイブに残るんでね。あ、これ皆さん動画で残りますからね、うん、そう、 YouTube で見れるやつになっちゃうんですよ。意外となんか私が最近仲良くなったお友達が過去のアーカイブとかを見返してくれて、普段全然ラーメンとかそこまで興味なかったけど興味を持ったとかいう話とかを聞けて、あ、なんか関わっててよかったなっていうか、うんうんうん、やっぱラーメンをみんなに好きになってもらいたくて。そうですね、うん、
だから私と喋るとみんながラーメン食べたくなるって言ってくれるとよしみたいな、うん、食べたくなるみんなみたいな、うん、今年はそれでもね真面目に放送をなんとそう12回やりましたよ。去年多分ね 3,4 回しかない。そうなの。やるのやらないんだみたいなぐらいの感じだったんだけど。月1でってことですね。月1でやりました。小宮さん何回ぐらい出てくれたんですかね。今年3回ぐらい出てくれましたかね。今日で多分3回目だったんですよね。うん、ね。はい。やっとぎさんも 2,3 回出てくれました、ね。そうですね。多分今年は2回目かな。うん、はい。今年はなんて言っても前島さんが出てくれましたから。ね、いや本当に。より。もうほぼほぼあの渡辺淳庵が1時間質問しまくるっていう。さすが。もうただのラオタになってた。そう、ただのラオタになってたから。結構千原さんの質問って鋭くないですか？鋭い。でもやっぱなんか経営者側の視点も持ってるし、もともとラオタだから、ね、そうだ、お客さんのね、どっちもすごいじゃないですか。だから怖いですよね、なんかね。そのラオタ視点の質問の時が、うん、僕は結構ジュアンさんの時ちょっと怖くて、うん、っていうのはあの頭の中でそのラーメン好きとしての自分と、うん、経営のことを考えてる自分がいるわけじゃないですか、うん、で経営のことを考えてる自分のことっていうのはあんまりその公には言いたくなかったりするので、結構ジュアンさんの質問は怖いなと思います。それをあの聞き出そうとする感じ。そうなんですよ。経営者側の。分かってて言ってそうじゃないですか。それは絶対言ってる。悪い人。でしかもあの前島さんの時には前島さんが世田谷やる前のお店のラーメンをジュアン君食べてるって話なんですか。ああ、すごい。さすが。そこいのね。すごい。もう俺もジュアンさんのこと知ってたから。あ、そうなんですか。あのブロガーというか、はいはい、ネットに書き込みしてた人。ああこの人はジュアンさんだ。でしかもその時のラーメンが美味しくてそれを自分でもやりたいと思って渡辺の味のベースになってるみたいな。すごいな。それを聞いてすごいね、嬉しかった、そこから超絶になるみたいな。さすが、ね、影響を与えちゃったんだ。ちょっと気持ちよかったね。あと玉があったとなんか3軒ぐらい3軒ぐらいねあって、はい、要するにその、うん、前島さんのやってる魚介の感じと玉があったの豚骨の感じとなんとかをミックスして作ったら美味しいのができんじゃないかっていうのが渡辺の最初なんです。世田谷じゃなくてそうよさこいがよかった、うん、なんで世田谷あんな、ね、こう牙抜かれたようなラーメンになっちゃったのそあのツッコミがそうそうそう、うん、さすが。なんで番組の中でちょっと言ったんですけどもう来年はもうこのオンエアのあれでも何でもいいからどっか1日でいいからあのよさこいの復活を渡辺淳庵と前島さん2人で営業してもらおう。それ食べたい。食べたいですね。ね。そしたらじゃ あの小宮さん暇なんでホールやります。あ豪華すぎるでしょ。1杯2,000円ぐらい取ったっていいんじゃないの。うん、取っていいよ、ね、もうじゃ1杯2,000円取ってさ。まあ暇ですから。2,000円ぐらいやりたい。それ面白い。でもなんか同じレシピで作っても今作るとちょっと技術がちょっと違う技術が入ってるじゃないですか、うん、知っちゃってるんで、うん、やっぱちょっと違う味になっちゃう。まあ同じにはならないよね、うん、あとほら意識の問題で、うん、やっぱ自分たちの舌も変わってるし、うん、ラーメンの歴史がこうあってそのずっと、うん、あとその時美味しいって思ってたものと今美味しいって思ってたものって違いますもんね。こんなんだったっけなってなるんだよ、うん、絶対。だから僕ずっとほら若い時バンドをやっていて、うん、それでそのまあ大人っていうか30過ぎてからラーメン屋さんのメニュー開発とかプロデュースとかやるようになったんですか、うん、その時に結構その時の経験を生かすっていうか、うん、それしかできないから、うん、その時に10年ぐらい経ってみて思ったのはほら音楽でもそうですけどリメイクだったりであるじゃないですか、うん、で同じように再現してもその曲をね絶対に演奏も円熟してたり、うん、その時のそのまあなんだろう機材も含めてアップデートされてて、うん、仮に同じことやっても今の音になってたり、そうですね、であるじゃないですか、うん、だからそれ多分ラーメンでも一緒だと思ってて、ね、で実際やっぱりその最初オープン当初に作ったレシピのメニューを5年後とか10年後にちょっと再現してみようよってやると明らかにうまくなってるっていうか、うんうん、あるいはその時出なかったアイディア、うんうん、これこうした方がいいんじゃないとか、うんうん、でそういうのって絶対面白いと思います。しますよね、うん、
だから僕多分どっかで古書最初のあのラーメンで、はいはい、そういうアップデート版かなと思って。そうですね、はい、セーザン、そうですね、ベースはセーザンのラーメンだった、うん、はい、はい、だからあります。そういう意味ではよさこい2018、いやー、やりたいな、食べたい、うん、そう、自分で作ってみたいな、ね、自分でも食べてみたいと思う、うん、で多分そこに対して前島さんがその作り手とだけ作るんじゃなくて、うん、そこにジュアン君もいて、うん、その時感動した食べ手としての要求があるじゃないですか、うん、それがなんか関わってくると俺すっげえラーメンになるんだろう、面白いですね、怖いな、こんなんだったのみたいな、うん、ね、言われてるとね、うん、なんか突っ込まれそうだよね、いろいろ言いそう。そしてコール頑張ります。じゃあ私もちょっと時間作ってコスプレで、コスプレで謎になんかそういうイベントに出るとコスプレ要員でしかないっていう私の立ち位置、まあいいんですけど、いや今なんかねこの格好見て既視感があって、あれこの人のコスプレこんなのどっかで見たことあるなと思って、一時期ラーメンショーでよくいろんな格好してたなと思って、そうそうそう、でしかも何かの時にもこれかな、一回サンタしてる、この番組ではないと思う、じゃあ何かでもラーメン関係で何かやった気がする、なんかいつも着てる、寒くない、俺もずっとそれ思ってた、ね、意外と平気、俺ダウン着ても寒いって思ってる、あ、このこれがちょっと寒い、そう、これが来るからなんかちょっとまだマシ、なるほど、なるほど、すごいな、写真撮った、ラ虫の写真を、そう、目立つでしょ、もう鍋楽しみだ、ちょっとでも寒いっちゃ寒い、その耐えられる寒さだけど寒いっちゃ寒いですよ、寒いっすよね、うん、私の声はちょっと寒ーってしてた、俺は去年あそこに座ってて、うん、めちゃくちゃ寒かった記憶があって、うん、今日はちょっと今回案内が来て同じ店だと思って、うん、用意してきた、これ下にヒートテックやっぱね、もう分かってるから、もうあのね、会社を辞めてもユニクロへの愛はね、あ、そうですよね、そうなんですよ、そこですよね、ユニクロで講演するとかないんですか、逆に、いやないですね、なんかそういうのあったら面白いですよね、なんかラーメンの人がなんかまた元に戻って、うん、なんかそういうね、別企業、そういう別企業とか別業態で活躍されるっていうのはなんかすごくいいなと思うんですよね、うん、なんか企業、ラーメン屋ってなんかそれだけって思われてるけど、こうやっていろんなお話聞いてるとどの企業も絶対同じことあるなって思う、うん、だから逆にラーメンじゃないので2発目のヒットを飛ばしてくれたらなんかすごい、うん、もうまた新しい風が、天才ですよ、ね、あれ、矢崎さん、うん、そっち行っちゃいます、うん、その方がなんか逆に、うん、まあ、ちょっと来年、うん、来年ね、もう実はもう、もう考えてる、絶対考えてるよ、実はもう考えてそう、だからそういうね、逆に本当飲食以外とか、うん、なんかそういうね、逆に言うとそこまで行くと、ね、もう、うん、なんかラーメン屋さんたちのステータスも上がるじゃないですか、飲食なんですけどね、あ、まあまあまあ、まあ、第一ステップは飲食で結構あ、ラーメン以外のこと考えてるの、ラーメン以外の飲食、そうですね、実は僕、まあ、ニートって言ってますけど、でラーメンのプロデュースしてますけど、僕今年5月に会社辞めて、5月中に実は一つ会社を作ってるんですよ、うん、それはもう完全に別の業態の飲食なんですけど、うんうん、それが来年デビューですね、あ、デビューするんですね、楽しみ、それはそれで、まだ言えないんだ、まだもうちょっと言えないですね、はい、それはあのこの間会った時に試作のための材料を持ってたやつのあれの話、いえ、それは本当にあれはただの試作です、あ、はい、それとまた違う、はい、それほら鉄の場合はほら自分で商品開発したり、はい、今回の新しいのも自分で商品開発する、今回のに関しては自分で商品開発をしないですね、あ、しない、プロデュース的な基本的なものがあって、それをオペレーションに落とし込んでいく、あ、そうですね、その代わりちょっといじる可能性ありますけど、あ、そう、はい、来年の何月ぐらい、8月ですかね、8月、はい、結構かかりますね、もう物件は作っやってんすか、もう物件決まってます、物件決まってます、あ、そこまで決まってんの、素晴らしい、東京で、そうそう、やっぱ結構追求厳しいで、ね、細かいで、ね、ツッコミがなんかすげえの来るんだろうなと思って、楽しみですね、
そらすごいな、出てくる。そっちはハードル上げた。ハードル上げるだけにやっぱすげえ。普通じゃない、普通じゃないと思う。でも、まあ、片手間でやるわけではないですけど、うん、基本はラーメンですね。基本はね。あの重心としては、重心としてはやっぱラーメンの方が基準重いですかね、やっぱり。やっぱりラーメンがそもそも好きっていうのがあり、うん、そのラーメン関係に関してあんまり仕事感がないというか。なるほど。あ、もうやってて、はい、好きだからやっちゃってるっていうとこは多分にあります。やってほしいですよね。濃いよね、はい、やっぱね、すごい活かしてる。渡辺純から DM が来ました。今見てますが、行かなくても大丈夫ですか。何言って、来ましょうよ。来てください。お待ちしております。お待ちしております。あの、渡辺純さんが来るまで放送は終わりません。待ってるよ。来てねって。まあ見てはいるだろうけど、ね、はい、送りました。はい、ね、せっかくよさこいの話しなきゃいけない。そう、見つめない、はい、そうよ。でこれがまたね、なんか遠く間だったらあれですけど、はい、もう地元ですか。そうです。てか今どこにいるか知らないけど。あ、すいません、ありがとうございます。卵は、卵欲しい。すき焼きということなんで卵を。あ、すいません。鹿のすき焼きなんてね、まあ去年も鹿のなんか鍋だったよね。そう、鹿のすき焼き、すき焼きだった。一緒。すいません。じゃあ卵も殻入れる。え、マジっつってる。今あのマジって言われてますけど、渡辺ジュランさんにメッセージを来てください。マジに決まってるじゃないですか。何言ってんですか。何言ってんですか。来ましょうよ。嘘ついたことないですよ。やっぱもう兄貴が言わなきゃね。あ、そうなの。いや、もちろん来ますよね。待ってますから、ね、もう脅しみたいな。もうあの、こう業界ね、もう上下厳しいから。本当に兄貴からの圧で来ていただかないと、うん、なんか、みんなに質問する丸バツないですか。聞きたかった、丸バツで。なんかないですか。そうですね、この卵のこの白いとかじゃないですか。ああ、これ取る派かどうか。ああ、なるほど。なんだっけ、なんて言うんだっけ。辛さ、辛さだ。卵の辛さを取る派取らない派。はい、丸か罰か。罰取る。僕取る。取らないです。俺全然気になる。私気になんない。気になんない。取ります。なんで気になるんですか。あのね、いやいや別にこれ卵焼きにすりゃ入るわけだし、目玉焼きにしたって入るもんだから、これが体に悪いとは思わないですよ。ただただこれが取れるって分かってるから取りたいと思うっていうだけのこと。なるほど、うん、習慣的な問題です。とりあえず1回、はい、とりあえず1回ですか。野菜をもうちょいかかりそう。僕もあれ、卵まだ、卵まだ。そういうなんかやっつけ的な質問やめてくれる。あ、そうだみたいな。え、で何なの。てっちゃんは取るの。なんで気になるの。僕取らないです。取らない。でもすごい気にする人いますよね。いますよね。なんかそのお料理とか出すものだったら、うん、家庭だったら別だけど、お店出てるのに辛さ取ってないんだみたいに。ああ、そこまでは気にならないけど、書く人とかもいる。なんかの時に言われた。いや、なんかね、これがスパッと取れた時に、うん、今日一日ついてるなんじゃないけど、なんかそういう達成感的なそういう話よ。これが邪魔でどうこうとかそういうことじゃない。広がりますね、うん、たかが辛さの話。いや、ただただ俺誰よりも取るの上手だぜぐらいの達成感です。それだけです。僕じゃあちょっとまともな質問していいですか。はい。山さん、ありがとうございます。すいません。来年ラーメン業界に新たなムーブメントが起こるか。お、あ、まあ、最近ないじゃないですか。まあちょこちょこあるけど、うんうん、まあいうね、濃厚系極太つけ麺が来て、今まあチンタンとかいろいろこうね、二郎系とか来たけど、来年何かこうドカーンという、まあ5、6年続くようなムーブメントが起こるかどうか。うん、うん、あ、そうだね。丸バツいきますか。こんな感じ。希望としては、まあ、まあ希望としてはまだね、うん、でもまあ、うん、でもうーんみたいな、ここの最近の流れでいうとって、うん、でもそういう意味ではその武蔵さんの稼い率とかいうのが、うん、もっとなんかみんなに刺激になったりとか、うん、分かりやすくなるからね、うん、そういうのもある。今後変わっていったら面白いなと。公開で呼びかけないでください。
しょうがない、放送中にメッセージ送ってくるんだ。そうね、いや僕思ったのはここ何年間かもうずっと思ってることは、まあ、この番組始めたこと自体もそうなんですけど、うん、ラーメン屋さんの進化がどうこうって言いつつ停滞してるなってずっと思ってて、うん、やっぱりそのさっき言ったみたいに、いやもうこれ何回も言う話なんだけど20年ぐらい前って、うん、例えば、まあ、分かりやすく言えば、まあ、これ例えで別に悪い例じゃないですよ、うん、例えばその、まあ、六輪車があの魚粉を使ったと、うん、そうすると20年ぐらい前だったんですよ、うん、いやもう六輪車に魚粉使われちゃったから、うん、うちのつけ麺には魚粉は使えないよねとかっていうなんかあったですよ、ね、で例えば九州系の豚骨に太麺を合わせてる店がもしあったら、うん、これやっちゃったらどこどこの真似になっちゃうからやりたくないよね、だからじゃあ俺たちはどうするみたいな、うん、なんかあったじゃないですか、うん、それが今はあなんかあの魚粉流行ってるらしいぜ、うん、やっちゃおうぜ、うん、そうそうそう、あこの極太麺のいいんじゃねやっちゃおうぜみたいな よそが売れてることを、まあ、まあ簡単に言えばパクるというかね、うん、のが全然普通になっちゃってたから、まあそうですね、これはいかんって思ってたですよ、うん、だけど、結局ラーメンって本来自由だったものがやっぱり言っても100年ぐらい経ってくるとなんかラーメンらしさをみんな求めるようになって、うん、でその何かしらの文法みたいなものもできちゃってて、うん、で例えばその新しいラーメンが出てきてさっき20年とかって言ったけど、うん、ってことは今の若いラーメン店主さんたちって生まれた時からもう最先端のというかすごいラーメンを食べてるわけじゃないですか、うん、そうするともうそれが当たり前になっちゃってるからなかなかその20年前の職人さんたちが持ってたモチベーションは持ちづらいんだろうな、それこそね山田さんだとか川原さんたちが既存のラーメン全然ダメじゃんと、うん、俺たちが買えるぜって言ったモチベーションは今生まれづらいんだろうなって思ってるんですよ。でその時にねここ数年思ったのはまあ、それこそさっきのワールドラーメングランプリじゃないけど結局ラーメン以外の方たちとか海外の人たちってそこの素地がない分、うん、自由じゃないですか、うん、だから僕正直ねラーメン屋さんを前にして言うのもなんだけど、うん、なかなかラーメン業界から革新的なアイデアはちょっとしばらく生まれないんじゃないかと思ってて、うん、逆に外国人のネイティブのその日本のラーメンの修行もしたことなくて、うん、外国で世田谷とか食べて、うん、これうめえな自分でもやってみようって言ってどうやって作るんだか分かんないけどとりあえずやってみようみたいな人たちがでも今出始めたじゃないですか、うん、修行してないのにラーメン屋始めたっていう人も出てきたし、だそういうところとかあと結局今回そのワールドラーメングランプリで優勝した人って料理人なんですよね、うん、ラーメン経験のない人 でそれがまあ簡単に言えば勝っちゃったわけじゃないですか、うん、それってもっとラーメン屋さんたちは危機感を覚えなきゃいけないなと思って、うん、でだからあれはイベント的にも業界的にもすごい良かったことだと思うんですよ。で実際僕あれ出る前に路面でも食べたことあるんだけどやっぱ美味しかったですね、うん、美味しかったけれどもあこれやっぱラーメン屋さん以外から出てきちゃったかって感じなんですよね、うん、だからそれをなんか僕はやっぱりラーメン側というかラーメン屋さんとずっとを食べてきた人間だからなんか日本のラーメン屋さんがもっと頑張ってほしいというか、うん、他の飲食ではなくね、うんいやだからなんかね、嫌なその予感としては中国で生まれた麺料理が日本に来て随分進化してこんなになりましたっていう話がなんか50年後とかにラーメンってそういえば日本で生まれたものだったよねみたいなでも今最先端はニューヨークだよねとかパリだよねとかって思っちゃうのはなんとなく悔しい感じがするってなるとここがなんかこらえどころというか今なんか日本のラーメン屋さんが頑張んなきゃいかんのじゃないのかなと食べてとして思います。すいません偉そうに。いやいやいや、そうすいません。いやいや、とんでもないです。でも本当にそういう意味ではその丸にしたのはそうやってラーメン屋さんで、うん、もっともっとなんかあるんじゃないかなっていう期待を込めて丸にするというか、うんうんうん、まだまだあるはずと、うん、そうありたいと思いますけどね、うん、本当に最近その食べてないお店でも想像ついちゃうお店が多すぎて
それでちょっと行くモチベーションが落ちてるんですよね。まあ偉そうに言っちゃうといけないんだろうけど、実際食べに行ったら違ったとかいうこともあるから食べなきゃと思ってるんですけど、でもビジュアルでなんとなく方向性は分かりますもんね。あとも今情報が溢れてるから、食べに行った人の話とかでまた固まっちゃうっていうか、それでも食べたいって思えるお店が減ってきちゃってるっていうのが事実で、だからなんかね、一つのあれはあのラーマガのネイキッドってそこだったんですよね、うん、シンプルにその麺とスープだけにもう一遍集中してみようよ、うん、でなんでかっていうと、ほらイベントなんかでも肉盛り合戦になったりとか、あとは他とは違う具材で勝負だとか、なんかそのパーツの置き換えってことではなくて、もっとそのシンプルなところ、結局は言ってもラーメンって麺とスープを食べるものでしょっていうところの提案でもあったんですよ。だからそういう意味ではなんかその新しい、さっき言ったね、そのこれからムーブメントになるようなっておっしゃったことがすごい難しいなと思うのは、まあ言うても大体出尽くしているし、じゃあ分かんない、豚、鶏なんとかの代わりに何か別の骨を使ったからそれが革新的かったら何でもないじゃない、うん、だからじゃあ分かんないけど、そのワニだとかなんとかのあれを使ったって言ったところで、それは変えただけでしょ、うん、そうですね、まあ、そこじゃないと思う。チャーシューを低温調理にしましたって、それだけのことでしょって言ったし、だから多分つけ麺みたいに麺とスープが分かれましたとか、うん、あるいは油そばみたいにスープなくなっちゃいましたぐらいのドラスティックな何かっていうのは、なかなか相当頭を柔らかくしないと出てこないっていうか、逆に何か必要性に迫られないとできない気がするんですよ。だからもう僕20年ぐらい前から麺なしラーメンっていつか来んじゃねえかなってずっと言ってて、まあ実際今ね、スープだけみたいなのも出してるお店がちょっとずつ、せいちゃん美味しいよこれ。あ、そうなんですよ。美味しい。エゾシカロースです。エゾシカロース美味しい、うん、柔らかいし、すごく美味しい。せいちゃんも座ったらせっかくだから、はい、そお座りなさい。なんとなくこう華やかな感じもするし、そうそうそう、じゃあ先お飲み物大丈夫ですか。この芋のあったかいお茶。あ、僕もあったかいお茶。あったかいお茶。なんか去年より通気性が優れてる気がするんだけど、ここ。なんか どっかスパスパになって。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。え、そんなこと？いやいや、そんなことじゃないと思うよ。今年すごい頑張ったんですよ。この通気性の悪さを。逆に他のテーブルのお客様いないからじゃない。そうかも。この前は結構人いたからね、うん、で端っこ使わせてもらってみたいな感じだったから、今日どなたもいらっしゃらないからね、このフロアが。それありそう。あ、ありがとうございます。いや、去年 そのワールドラーメングランプリとか見てて、外国の人が作ったラーメンがうまいかまずいか別として結構衝撃的で、ね、言ってたもん。そもそもそのタレを作ってスープで割るじゃなかったりとか、いきなりそこでどんどん直付けしてったりとか、日本のラーメン屋さんだったらいろいろ妙に知識があるから、やっぱりラーメンを安定させなきゃいけない、1日何杯も出すオペレーションがあるとかって考えると、このやり方がまあ今のところ最適解じゃないですか。でもその最適解からはやっぱそれだけのものしか生まれないだろうし、だから味付けの仕方とかスープの取り方とか、もういろいろもっとなんか自由にやってもいいような気がするんですけど、で多分最初はみんな、まあ、最初にやっぱあの味噌でやろうって思ったね、大宮さんが本当なのか最初なのか分かんないですけど、もうすごいんだろうなと思うし、だから多分それは将来的にはステイシーになっていくんだろうと思うんですよ、うん、その最初にやった人は結構バカにされたけど、うん、後からどんどんあれみたいなのは絶対あると思うんですけど、で多分山岸さんだって一番最初につけそばやって、まあ、それがいきなり看板メニューになったわけじゃないし、でもあれがあったからこそ今のつけ麺文化っていうのは絶対あるわけだし、まあ、もしかしたらどっかで誰かが思いついたことかもしれないけれども、うん、って考えると何かあります、小宮さん。そうなんです、ね、あのだってあのラーメン作りの天才なわけじゃないですか。そうですね、2人を前にしてこのメンツで言いますよ。いや、もう今日だってあのテレビ見た時にもう天才天才って
刷り込まれるかのように言ってたよ。あのあナレーションが大した自信です言ってた大した自信ですちょ自分が映ってるんであんまりちゃんと見ないじゃないですか、恥ずかしくて。店名があの小宮で、あの小宮の意味はあのラーメン作りの天才の小宮という意味ですやばい言ってました言ってました。うん、天才的にはどうですか。まあ僕はどちらかというと、そのなんか新しいものを作る必要がないと思っていて、おうおうおう、そのなんだろう、何か新しいものをその世間にその提示するわけじゃないですか、うん、でだけれども、僕そのワールドラーメングランプリでしたっけ、うん、ラーメンワールドグランプリですか。ワールドラーメングランプリ、ワールドラーメングランプリ、うん、もうやってるのも知らなかったですし、うん、でも途中でその決勝で投票だどうのこうだっていうので、あの何やってんだろうと思ってそのサイトを見たら見て知ったんですけど、なんかカロリー数とかも決められてたじゃないですか。あれはね、あ、そうなんだ。あれ600キロカロリーで、600は厳しいな。そもそもそこに僕はあんまり興味を持たなくて、うん、確かにその600キロカロリー以下のラーメンをパーッと並べられてどれが美味しいかっていうことでは比べられるかもしれないけれども、いざ僕がラーメンを食べる時とか、その一般のお客様がラーメンを欲する時っていうのは、やっぱり本能的に塩分だったり、うん、油を欲してる時なんだろうなと思うんですよ、うんうん、だその時にその欲してるものを補給するものを作るからニーズがあるわけで、うん、ここのラーメンがすごく美味しくて、だから全然食べたくないんだけど行くっていう、その、うん、なんだろう、もうそれってなんかアート作品というか、うん、もう死んで何十年かしてから評価されたりするものなのかなと思うんですね。だから僕はなんか仕事でやってる以上、もちろん自分がこういうものを作りたいっていう軸はあっても、うん、その世の中に受け入れられなければ意味がないと思っているので、あまりその少し年月を経ていくうちに僕がこれといったものの形は変わるかもしれないけれども、都度都度その時代のニーズに合ったものを作っていきたいと思っているので、あんまりその新しい革新的なものっていうところに興味がないですね。ああ、なるほどね。いやだからなんとなく、まあ、あれってもう今年で4回目なんだけど、まあ、毎回そのテーマがあってのどんどんそのハードルが高くなってるっていう結果だとは思うんですよ、あれは。でただ僕思ったのは、あれって結局金の武蔵と同じことかなと思っていて、はい、何かしらその違う価値観を目指すことによってそこから見えてくるものなのかなとは思うんですよね。だから日々のその日常ってことに関しては多分そうなんだろうし、でそれは多分もっとこれからそうなっていくっていうか、やっぱりその失敗できない人たちがすごい多いじゃないですか。で失敗できないってことは挑戦ができないってことだから、だからそういう意味ではガッツリ系が流行りました、よし俺もっていうのはすごくよくわかるんですよ。だしこれ本当にまあダブルスタンダードと言われたらそれまでだけど、やっぱりこれから起業するっていう人に相談を受けた時は、まあ、パクればとは言いませんけど、うん、それが一番確実ですと、うんうん、ホームラン打てないけど、うんうん、確実に加点はできると思いますよ、うん、っていうことは言うし、うん、でやっぱりこれはでも僕の中でもずっと残ってることなんだけど、まあ、今トレンドと言われてるその陳炭醤油よりかは絶対白濁だったり、うん、豚骨だったりの方が、まあ、多分打率は上がる、そうですね、でしょうと、うんうん、ただそこに面白さを感じるかどうかっていうのは人それぞれなので、うん、前島さんはどうですか、その今ご自分でご質問されましたけど、うん、出ると思います、そういう革新的なことが。僕は出ると思いますね、どういう、やっぱ必ず時代時代にそういうのは出てきてるんで、ただ、うん、難易度は上がってると思います。そうですね、いろいろ出尽くしてるんで、あっあああそりゃ来ないわけにはいかないよね。すぐそばにいたんじゃないですか、ね、いや家行きました。はい、東京ラーメンオンエア準レギュラー渡辺島さんです。
公開で呼びかけるなと呼びかけないでくれ来なかったら俺悪いやつじゃんみたいなよかった、そうですね。今ね、このプロセスは聞けてた？聞けなかった？いや、過去10分ぐらいは聞けてないですよねこの革新的な、その例えばつけ麺が出たりとか、革新的なものって出てきた時があるじゃないですか、はい、今後そういうものがラーメンで出てくるかと、出てこねんじゃねえかとか、うんうん、あるいは出なくても今のものを磨き上げればいいんじゃないかとか、いろんな今意見があった。あ、すいません。ジュアンさんはどちらかっていうと、まあ前々から言ってるけど、ラーメン師に自分がやウーロン茶です、自分がやったことの名前を刻みたいって、はい、まあ、それやっぱ革新的なことだったり、はい、その後の業界のスタンダードの要はパイオニアになりたいってことですよね。それはなんかできそうな気がします、今後出てきそうな気がします、これから先出てくるんじゃないですか。はい、それはどれぐらいのスパンでというか、今までよりは減ると思いますけどね、やっぱりね。まあ、うん、多分、まあ、このオンエアで多分山内さんとも何回も話してますけど、うん、その今の新しい作り手たちがやっぱり僕らが開いた時のような、うん、気概を感じないというか自分が時代を引っ張っていくぞとか、うん、こうラーメン業界を変えるぞみたいな、うん、気概を持ってると感じるラーメン屋さんがほとんどいないなと思って、うんうんうん、ただ全くいないとは言わないんで、まあ、うん、そういった中からそういった中から、まあ、生まれることはあるんじゃないのかなと。それは渡辺ジュアの中から生まれないんですか？できますかね。まあ、これもこの間前島さんと話出てましたけど、やっぱ一人一ブランドじゃないですけど、それを超えるブランド作りたいですけど僕も、うんうん、なかなか渡辺の壁は高いですか？高いよね、渡辺高いよね。高いな、うん、だから超えたいですよ、まあ、超えたいというかまた何か革新的なことやりたいですけど、まあ、そのきっかけになるのがおそらく来年のよさこいだと思うんです期待してるんですか？そう話ですか？やりましょうか、よさこいをやろうで、あのホールまでやってくれることになったんで俺ホールやりますんであそこの下りは見てました親指がっつりやっていくジュアンさんがやっぱりそのよさこいのラーメンを食べて衝撃を受けたっていうのは今年の東京ラーメンオンエアの中でも重大ニュースの中に入る、うん、そこから前島さん饒舌になる。いや僕によってもすごい影響を受けた人なんで、なんなら饒舌にするためのしゃべりだったんじゃねえかぐらいの本当ですって。改めて何がすごかったですか？よさこい何が衝撃的だったんですか？好きだったんですか？だって再現しなきゃいけないですよ。いや覚えてないですよもう。何をよさこいの味って言われても。衝撃を受けたのは覚えてるけど。よさこいの前に平麺よさこいなんですよ。平麺僕喜多方ラーメンが好き。ああそうかそうか、すいません。あれをもうちょっとこう。あ、じゃあジュアンさん来たんで改めて。はい。あ、やばい、私は。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。よくぞ来てくれました。ご無沙汰します。あ、ご無沙汰です。ありがとうございます。あ、そこご無沙汰な感じ。はい、そうですね、久々です。本当に何年ぶりかの、はい、サラダもドリルでしちゃいます。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてまたお鍋食べたいので、うん、じゃあそうだね、先生何度もはいはい、あ、もちろんですよ。はい、申し訳ない。今日8時からでしたっけ？8時からです。もうあれかなと思うんですね。うん、あ、もう2時間。ジュアンさんが来るまで終われないな。そう、終われないっつって。山崎君、どうしようかな、行こうかな、どうしようかなと迷って。偉いね、よく来たね。よかった。来てください。これ、アザーです。アザブ10番だったら多分行かないですけど。うん、今日は近かったから。近かったね。まあ、しょうがねえな。来るしかなかったです。ありがとうございます。ジュアンさんの1年、今年はどんな時でしたか？
オンエアにやったら出るみたいな。みんなあの今年を振り返ったんですよ。そう、うん、振り返りました。今ないですね。今年も楽しかったなって一個ですね、うん、なんかいつも以上に食べ歩いたなっていう年でした。あのそれこそ生徒も行ったしね、司祭海外結構よく行って食べ歩いたなと思って、うんうん、それでやっぱり変わりますか、自分の中での考え方とか、なんだろう、作り方だったり。はっきりと変わったとは分からないですが、うん、多分何かしら影響を受けてるんでしょう。材料が自分の中に入ってるっていうか、うん、考える素材っていうか、うんうん、やっぱり何でもそうだと思うんですけど、あのアウトプットをどんどんしていくにはやっぱインプットがないと絶対材料は枯渇するんでね、うんうん、だからそういう意味ではそのどうなんでしょう、そのさっきの気概のない点、最近の若い人たちが気概ないってもそうだけど、言い過ぎました。いやいや、ね、言い過ぎました。気概がないって気概がないってジュアンさんが言ってましたけど、うん、言い過ぎました、ね、ジュアンさんが気概がないって言ってましたけど、フォローしてください。皆さん虫、あ、虫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 、みんな食べたから、虫、一人一緒に虫食べたことある？多分。あ、意外と普通に食べる。普通に行きますね。ゲンゴロウも食べて。さらっと食べてこれ、うん、みんな結構ね、恐る恐る食べてる。もうミスターラーメン大変だったよ、1個食べるのに。虫はね、最近意外にサクサクして、うん、全然行きますね。まあ、好んで食べようとは思わないですけどね。うんうん、まあもちろん、まあ、そりゃそうやね。口に残るよね。気のせいですか。いやでも思うんだよ、あのエビと何が違うんだっていうね。うんうんうん、エビだって結構、いやあの見た目がダメだから食べれないって人もやっぱエビとかでもいますもんね、うん、お寿司であのシャコ嫌いな人って いるじゃないですか。うんうんうん、それ僕あのエビと何が違うんだろうって思っちゃうんですけど、うんうん、思うよね。え、何なんですかね。ね、そんなあなたにはオオグソクムシもありますよ。シャコの仲間みたいのがありますよ。あれうまかったですよ。めっちゃいいみたいな言い方が意外に。せいちゃんは高田のババの渡辺っていうラーメン屋さん行ったことありますか？何度も実はお邪魔して、あ、この前の池袋のあの、はい、担々麺屋さんも、はい、お邪魔しました。すごい美味しかったです。でどっちも食べ比べしました。ありがとうございます。私は日本の方が好きです。ありがとうございます。ジュアンさんはここは初めてですか？いや、何回か来たことあります、ね、うん、それ多いです。結構昔からありますよね。もうすぐ8年ですね。まあ、あ、そんなだ。でも虫は食べたことなかった。ここではない。最近なんか虫だとかもういろいろ、アナグマのすき焼きとか、これは今日はあのエゾジカです。はい、エゾジカのロースのすき焼きです。もう肉ほとんど食べちゃった。あ、ほとんど食べちゃった。チンコ祭り来たんじゃないですか。え、チンコ祭り、チンコ祭り気にはなって、チンコ祭り来たんじゃないですか。金太祭りと金太祭りがあって、バーサス、どっちも人気でしたね。今日、今はないでしょ。金太もありますよ。ちょっとピーって入っちゃいますけど、生放送だから。なんか LINE、 あ、去年はなんかどっちかやったよね。どっちか出てきたね。なんか出た気がする。今何の金があるんですか。金はヤギの金、ヤギ金あります。あ、ヤギ金、ヤギ金好きじゃん。俺っすか。そうですね、毎回焼酎と合うんですよ。じゃあヤギ金。いや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 。そうなっちゃうよね。これはもう絶対俺一口いかなきゃいけないパターンじゃないですか、ね。そりゃそうですよ。それ終わるまで放送は終わらないです。ヤギ金一個一個言って。俺金玉か。金玉とか言っていいんですか。金玉ですよ。一応大丈夫だ。金玉食ったことないもんな。まあ普通ないですよ。ないですよね。僕ヤギ金はあります。もうここ来たら大体食べます。うまいですか。もう食べてから。なんかホルモン焼き屋さんとか行くと牛はあるよね。牛とかも、ね、うん、牛は結構ある。食べたりするから結構何でも食べてる。あとほらあのアメリカとかだとあの水牛とかバッファローのあれはバッファローオイスターっつってね。へえ。あのだからってことは食べたことないけど多分あの形のまま出てくるんだと思いますよ。ああ。うん。はあ。で炒めたりとか。眠れなくなっちゃいますね。いいんじゃないですか。それはそれ。今日眠れなくなっちゃう、ね。元気な。あのまあもうそろそろまとめに入らないとですけど、うん、あのまあ、今年は振り返ったとして、うん、
来年どんな年にしたいかみたいな、まあ、ちょっと年末っぽく、うん、安木さんどうですか来年、まあ、あのもちろん武蔵の話でもいいですし、はい、自分自身というか、はい、そうですね、結構こう盛りなんていうんですか景気もいいとかいろいろこう盛り上がってるような雰囲気は出てるんですけど、まあ、自分としてはもう足元をしっかり固めたいなというか、うん、あの基本に忠実にやっぱ基本に帰ってこうお店のレベルアップ、うん、既存店のレベルアップをしっかりやっていきたいなと、まあ、その中でご縁があれば新店もやりたいし、うん、はい、まずはけどしっかりそのお客様にその満足していただける、まあ、高いけどいいよねって言ってもらえるようなお店であり続けられるように、うんうん、はい、もっとそうなるようにしていきたいですね。あの前島さんの目標は決まってます。出店。あ、もうとにかく出店をしないとね、ちょっとまあ無理にはしたくないですけど、やっぱし、うん、ちゃんとした任せられる人がいて、はい、それなりのやっぱ、ね、立地とか、まあ、うん、味も安定したものが出せるようになってからっていうのはやっぱ前提ですけど、うん、やっぱし店は出したいですね。まあ本当1年半出してないんで。なんか多分前島さんが今までにやってきたあれもあるからだと思うんですけど、なんか前島さんに新店今度でやるって言ったら新ブランドを期待する自分がいるんですよ、うん、世田谷の新店というよりかは今度はどんなラーメンを作ってくれるんだろうみたいな。金玉ですよねもう言いたいだけじゃん。一番あのやっぱ可能直近で可能性があるのはあれですね、驚きをやりたいです、ね、おー、あー、桃の木やって今山椒の木なんです、そうですね、山椒の木がちょっとあんまり良くない驚き驚きやってダメだったらもう倒木ですね倒木倒木って嫌なのがあるそれでちょっと締め切りたいな、うん、来年ちょっとそれ やりたいなと思ね、はい、ぜひ、まあ、なんかちょっと既存店を大事にしつつなんかそう話題になるようなこともまだ、うん、まあ、職人としてちょっとやりたいなと、うん、小月さんどうですか。私は来年はそうですね、なんかずるずるダラダラとなんかまあでも生活を固めてきた感じはあるので今年は、うん、来年はもうちょっとタレント業的なのをもうちょっと、うん、もう一回やり直したいなっていうのを本当に思ってるのと、ちょっと資格とか取ってもうちょっとなんか自分のちょっと起業もちょっと実は将来的に考えてるので、うん、それにも合わせたことも考えつつ、うん、でもラーメンももっと食べたいなとか欲張りで行こうかなと来年は思ってます。僕はね、来年が、まあ、自分のあれなんですけど年齢がちょうど50になるんです。でかつラーメンの食べ歩き始めて20年なんです。来年が普通 MC の人って最後じゃないですか、まあ、この流れでいく順番で大してほら重い、いやいや重い話もしねえしと忘年会だし、そう今喋り始めたよって思って最後は最後でな、次かな次かなって思ってるからこっちはオンエアの話をしようと思ってね。だそんなのもあるんでね、なんかね自分のその仕事なりライフスタイルも含めていっぺん、まあ、リセットって言い方は変だけど見直してみようかなとちょっと思ってて、うん、っていうのは一応フードジャーナリストだしラーメン評論家って仕事してるじゃないですか、うん、でもフードジャーナリストらしい仕事をしてきたかとか、ラーメン評論家の仕事ってなんだって言ったことをやっぱここ何年間かずっと考えてて、たださなんかそのここのラーメン美味しかったとか情報発信したりテレビでここがおすすめですとかって言ってることが果たしてジャーナリズムだったり、うん、ラーメン評論なのかなって思った時にクエスチョンなんですよね。なのでなんかちょうどいい区切りだからそれをきっちりもう一遍見つめ直すっていうのと、あとは今継続している糖質制限をですね完結させて、要するにその20年前に来年中には戻しますよ。あと何キロ？あと17、18キロですけど。お、来年じゃ17、18キロ落とした状態で忘年会するってことですね。よし、寒くてしょうがない。もう俺はなんかあれじゃないですか、かけた方がいいんじゃないですか。それはもちろん、いやいや、もうてかね、あのね本当に去年のあのオンエアちょっと見てみて、この日の俺ね自分で見てびっくりしたの、なんかムチムチしてんな俺ってそこからやっぱ10キロぐらい落ちてるから。いきますよ。そんなこと言ったら私も8キロ痩せたから、あ、ここもうここ2人だけで20キロ近く落ちてるから何かけますかどうしようかな。いやっていうかまあなんだろう、痩せるしかないと思う、うん、絶対痩せてるんで
有言実行なんで期待してます、はい、はい、させてなかったらどうしようか、まあ、考えておこう、はい、じゃあ小宮さん、僕はもう本当なんか来年はコツコツとみたいなところがあって、うん、まあ、来年その後役ですけど新しい業態のもスタートしますけども、再来年にはもう本格的にまたラーメン屋に戻りますので、うん、その準備にしっかり費やしたいなと思ってます。コツコツの年、はい、うん、そっか、43、44ぐらいになるとか、再来年、来年、再来年、43年ですね、はい、うん、そうですね、でも まだ43なんですね、ね、あれ、ある気がするし、50は、一回り違う、この54って若いっすよね、これ今41です、だから一回り、41、一回り以上か、一回り以上違うんですよ、12年後こんな若々しいになる、ここは若すぎる、無理じゃないですか、おかしいだけ、ここはおかしいだけ、ね、絶対それ結構来そうなの、ちょっと照明画みたいになるんじゃないですか、いや、しちゃってる、これが褒め言葉になってるかどうかわかんないですか、来た、金丸です、せいちゃんカメラ回ってないときはいつも普通に言うのにちょっとなんか放送規制が聞いちゃう、あれ 見えるかな、玉状じゃないんだ、こんな状態です、切られてる、切られてる、玉状のしゃぶりだ、俺玉状だと思ってました、今これはちょっとやっぱ癖があるのでルイベの状態になってるので、まあ、このまま今癖があるのですって言ってくるときた癖があるんだみたいな、ニンニク生姜つけていただいて、蒸しつけなく今、まあ、そのまま酢醤油で召し上がっていただいてもいいし、うん、ちょっとなんかこう癖がある方が好きって方はしばらく放置して、放置早めの方がいい、あえて熟成させる、早めの方がいいね、ってなってからっていう、放置危険だね、私あえてちょっと熟成したの、あの初めの内田源さんも見てます、あ、源ちゃん来ればよかったのに、本当だよじゃあ、今から小宮和俊さんが和俊さんがですね、カタカナで和俊です、玉金食べます、玉金を早く行こうか、行っちゃえ、時間巻いて巻いて、いや、もうニンニク生姜とかいらなくないですか、フグ刺しみたいなことですか、そうっす、ザッザッさんも攻めるな、やる時な、回ってきますよそんなこと言うとね、そんなこと言うとね、俺1個食ったら追加しますよいやこれきついんじゃないかな、いや、そんなもないって言われなきゃ、なんかのホルモンかなぐらいでしょ、うん、俺ホルモンも食べないんですよ、あ、そうなの、けどこれはいけるみたいな、これはほんとめちゃくちゃうまいっすね、あー本当にありがとうございます、とろけますね、うまい、出た、よかった、兄貴、ほんとに目がパシ、目がパツンとなんか覚めるっていうか、ほんと、はい、これ眠れなくなります、本当にいらないでしょ、これ本当、食べていいやつなんだ、食べていいやつ、いいやつ出てますようん、全然平気でしょ、うん生姜の味やつけすぎです食べ終わって飲み込んでから下からなんかこう獣臭が出てくるのがあるんですよ、なんか後味に、そうなんですよ、余韻が残ってますね、なんかお茶じゃ消えない後味が、ジュアン君はつまんなそうだな、多分普通に食べちゃうからつまんない、あとはもう普通に食べますけど、さっきも虫も普通にむしゃって食べて箸を洗って、逆になんかあの、なんだろう、何もつけないわね、何もつけないわね、生姜つけ、生姜の味しかしない、じゃあのちょっとボキャブラリー豊富なところを見せていただきたい、どうだろう、いずれ渡辺のお遊びの日にですね、米沢とのコラボで金玉ラーメン、そんななんか、ね、どういうことないでしょ、本当に金玉ですよ、これ本当に金玉です、本当です、あの沖縄さんのヤギです、普段食ってるなんか金玉と全然違う、普段食ってないでしょ食ってないでしょさっきホルモン食わない、沖縄ヤギ料理がね、うん、あれだから、
沖縄だとどうやって出されるんです？沖縄はでもあれですよね、焼き汁ですよね、やっぱり焼き汁か、でもやっぱその金玉もその金玉もやっぱこうちょっと精力料理的な感じでは出されるらしくていいと思います。内田さん、仕事しながら見てます。ありがとうございます。来年また久々に出てください。僕あの内田さんのお店に九州に九州に行ったら実は必ず寄ってるんですけど、内田さんと僕の顔知らないんで、僕もお声が消したことないんです。あ、そっちの内田さんじゃない。あ、これ初めの源ちゃん。あ、ごめんなさい。うん、あのあっちの塩。あ、初めの初めの。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。はい、あとあれこれ渦の大西さんかな。大西さんありがとうございます。僕も見てます。皆さん見てくださってる。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、1年のあれ聞く？玉金いく？あ、玉金。ヤトギさん、ヤトギさんで。俺今日ずっとここからヤトギさんの玉金をここから見てます。いや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 。いきなりセクハラ発言した。セクハラ発言しました。これはちょっと。言うほどヤトギさんはこういうものっていうのは自分からは手は出さないタイプ？出さないタイプですね。普通にね、本人だけどね。いや、だって、これこそ金のお武蔵。もう嫌だな、嫌だな。ホルモン。金のお武蔵。はい、これは、私は後で実はちょっと熟成させて食べてみようかな。怖いこと言ってるね。はい、じゃあ、1年のまとめはまだ聞いてないんで。はい、僕終わりました。来年か、来年のコツコツ。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 来年、来年。間違えた、来年の。じゃあ、ジャンさんは来年来年、まあ、お店増やしたいですね。うん、あのまあちょうどここに前島さんと小宮さんいるんで、やっぱこれぐらいの金額で売れる会社にしないとなってやっぱちょっと今年思ったんで、売る売らないは別としてね、売らない別としてあんまり自分の会社の価値を上げようとかって考えたことがなかったたわけですよ、うん、今自分が楽しくやれればいいやとか、うん、そういう方だったのが、あ、会社の価値は上げてみたいなっていうふうに思ったんで、まあそのためにはまあお店増やしていくしかないんで、で今池袋でやった担々麺が割といい、こうまあ好調だし、うん、お店も増やしやすいかなっていう業態なんで、うん、あれで増やせればいいな。ほら、僕が予想した通りになってるじゃないですか。言ったじゃないですか。いや、まあ、ここから、まあ、うまく増えていけばですけどね。うん、いや、絶対あの担々麺の業態は、なんか10年後かなんかに振り返った時に、渡辺のなんか新しいメインストリームになってるような気がするんですよね。うんうん、すごい美味しかったし、あので、まあ、オペレーション的にもね、他のラーメン屋さんやるよりかは絶対あれだし、で、まあ、こういうのこういうところで言っちゃいけないのかもしれないけど、いわゆる混ぜそばでやっぱりちょっとバッといった分、うん、多分強いブランドがいくつか残ってあとは収束していくような気がするんですよ、うん、でも担々麺って別に今始まったことではなくて、やっぱりずっとあったものが磨き上げられてきてるから、うん、そういったものって息が長いような気がして、うん、ね、はい、せいちゃん、コメットサーカス来年はどんな、はい、はい、そうですね、まあ、来年は、まあ、ちょっと今年、まあ、今月金商店がオープンしたばかりなので、それはもうちょっといろいろできることを広げていきたいというか、まあ、基本ジビエと昆虫食というところもちょっと追求していきつつ、いろんなあのちょっと皆様にいろいろ楽しんでいただけるようなお店というか、昆虫 もう今これはこのままの味を味わっていただいているんですけど、もっといろんな料理にしてみたいなっていうのはすごい思っていて、その辺を追求してみようと思っていますので、ちょっとよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあそんなわけでそろそろ、そうですね、はい、であの東京ラーメンウェアはもうおかげさまでもう5年目を超え、はい、6年目に入りました。で、まあ、本当にねここに来てくださってる皆さんはじめ多くのラーメン店主さんが参加してくださってあの成り立ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。特に渡辺さん今年はうん、7回参加ありがとうございます。12回中7回参加なので来年もぜひ
よろしくお願いします。そして皆さんもぜひよろしくお願いします。小関さんもね、はい、ください。もっと出ます。来年もあの頑張って月1放送を目指し頑張りたいと思いますし、なんかあのただまたいろんな形だったりいろんなテーマの、まあ、この番組自体もやっぱ進化していかないといけないのかなと思ってるので、来年はまたなんかいろんな形のものができたらいいな。であとはやっぱりこれアーカイブに残るっていう特性もあるので、この生のねライブ感も生かしつつの、なんか2年後3年後とかにも見ても意味があるようなというか、特にやっぱその最初にこの番組作った時に思った、今こう、まあ、そういうね、例えば皆さんみたいな人になかなか話を聞ける機会ってラーメン始めたばっかりの人ってないし、そういった人たちの生の声が聞けたりとか勉強になったりとか、あるいはここからまた何かが新しいものが生み出せてもいいのかなと思うし、でこの間もジュアナさんちょっと話したんだけど、そのもうそもそものラーメンの作り方的なねことだったり、その、まあ、それを見てたらなんかラーメンの技術が上がるじゃないけれども、今ってどちらかっていうとラーメン屋さんの話だったり業界の話だったりっていうことが多いので、もう極端なこと言えばスープの取り方についてみんなでガーッと2時間喋るとかっていうのも面白いかもしれないし、具材のことも 麺の話とかもそうですけど、はい、もっとなんかそれがとんがった形のができたらいいなとも思っています。いいですね。かつ来年は、はい、コラボでよさこいを、はい、やりましょうこの番組で東京ラーメンでのやつでやりましょう。あのその時はどこでやるか分かんないですけど、会場から生中でね、うん、僕ローラースケート履いてボールやりますというような形でやれたらといいと思います。そうですね。そして、あの TV ライブオンラインの田中さん、今年1年ありがとうございました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、東京ラーメンオンエア2017忘年会スペシャル、ここで終わりと思います、はい、この後まだ僕らちょっと飲みますけれども、というわけでまた来年もよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。良いお年を。良いお年を。